はい、えー、それでは二十三年のね、えー、担当入門講座春生のね基礎編財務学理論一回目ですね始めていきます、えー、担当はレックセンに越橋山ですよろしくお願いしますはい、えー、とまあ本日からですね、えー、まあ二十三年のですね合格目標春クラスの基礎編が、えー、開講してまあこれが本当にね一発目の、えー、講義になりますで、えー、まあこの講義ですね今収録してで全国配信そして通信 講座のね、えー、配信の、えー、講義にもまあなるんで一応ねこう収録しているという状況になります、まあ今リアルタイムでですねズームなんかでご覧になられてる方もいると思いますので、えーまあ、結構ねこれが収録されてるんだと思ってくださいで、えー、今日ね初めなんで、まあ、一応ちょっとねイントロダクション的な話なんかもですね、えー、させていただきつつ、えーまあ、途中からね内容に入っていきますんで一応ね配布物が2点ありますのでご確認の方お願いします えーまあ、同じようなパッと見なんですけども一応イントロダクションって書いてある表紙のレジュメとあとは鍵山講師レジュメと書いてあるレジュメとですね一応2点あるので、えー、ちょっとご確認の方お願いします。はいで、えーまあ、ちょっとね初めガイダンス的なところで、まあ、あのどういったね、えー、試験なのかとか何を目標にしていくのか。 とかね、何を注意して勉強していくのかということを、まあ、簡単に、ね、ちょっとあのお話をさせていただき、えー、そこから初、ねまあ、めどうかな3040分,分ぐらいか,、ね、かかると思うんですけども、えー、そこから、ねえー、その後内容の方に入っていきたいと思います、はい、ですので、まあ、こちらのイントロダクションと書いてあるレジュメのです、ね、1ページ目を見てください、まあ、このコースの、ねまあ、まずは目標をちょっとはっきりさせていただき,いきたいと思いますので、はいえー、見ていただくと まあ今ね2022年の春ですね2月26日ですね、えー、まあ開校という形になりますで、えー、このクラスはですね、うん、まあどのね、えー、試験っていうものをターゲットにしていくのかっていうと、はいえー、まあ今から、ね、これ2月26日からカウントすれば、まあ、1年3か月後かな約1年3か月後ですね2023年の5月に担当式試験がありますので、えー、まあこの2023年5月の担当式試験ここがね一つまあターゲットになってくるんですね。はいまあ、こ,こ ターゲットといた、えー、コースなんですよとで、えーまあその、ね、3か月後に、えー、論文式試験がありますので、まあ、一番、ね、ストレートでいけば、まあ、2023年の8月、まあ、今からカウントすればちょうど1年半、まあ、1年、うん、7か月とか、えー、それぐらいのです、ねえー、期間で担当式試験、えー、プラス論文式試験を、まあ、目指していくという流れの、えー、カリキュラムになります。はい えー、ただ、レックのカリキュラムとしては、とりあえず担当を目指していきましょうというところになりますので、まあ、まずはとにかくね、5月。来年のね、えー、5月。まあ、少しですね、えー、先のような気はするんですけれども、まあその1年3ヶ月なんて勉強してれば一瞬で、えー、気がついたら終わってますんで、あのー、たぶ本当にですね、気がついた頃には来年の5月になっているという状況になりますので、はい。えーまあ、そこをね、ちょっとターゲッティングに据えて勉強を進めていくというコースをですね、えーまあ、これから始めていくんだと思ってください。はい。で、 まあその中をですね、レクのカリキュラム的には、一応ね、二つのフェーズに分け、前半部分をですね、入門講座。これがまあ今日から始まるですね、講座で。まあ期間的にはね、今年の11月ぐらいかな。通学クラスで言うと11月の半ばぐらいにまあ終わる入門部分と、 あとはですね、その今年の12月に担当式試験があります。まあこのコースをですね、申し込まれている方の、えー、まあ目標ではないんですけれども、12月の担当式試験が終わった後からですね、上級講座が開講します。まあ12月の半ばぐらいですね。まだスケジュールはね、具体的には発表されていない部分になりますが、えー、その上級講座が12月の半ばから来年の、まあちょうど本1年後ぐらいですかね、2月下旬から3月の上旬まで上級講座が、えー、行われ。 でその上級までですね受講していただくと担当式試験に受かる力っていうのが、まあ、基本的に身についていきますので、まあ、そこからね2か月3か月自習とあとは模試みたいなものがねいっぱいあるので、えーまあ、その模試なんかを繰り返しやってもらって実践力をつけて、まあ、来年の5月っていう流れになります。はい でえーまあ、基本的に入門講座と上級講座は一応、現状はです、ね、この渋谷校で収録したものを、まあ、さっきお話した通り、えー、配信していくような流れになりますので、まあ、通信で受けられる方もです、ねえーまあ、この収録講義をまあ受けていくということになります。ねはいでまあね、その1年 3ヶ月ぐらいありますがまあそこをねちょっと2つに分けて、えー、勉強していくということでまあ入門と上級とねくくりはありますけれども、まあ、上級になったら急に応用的になるかっていったらそれはねちょっと科目により、えー、入門と上級のね、えー、スタンスなんかが違っていきますのでまたそれはね講義の中でいろいろとお話をさせていただきます。はい、であとはね、えー、ちょっと通学クラスの方のお話になりますけれども通学クラスの方はですね今日ここでね収録した講義っていうのがもう翌日には あの聞けます。つまり何が言いたいのかというと、欠席をしてしまっても、ね。翌日になれば、前日の欠席した講義が消えるんで。次の通学講義に間に合うように復習はできるんですね。なので、ちょっとねスケジュールの読み方とかですね、たまに間違えられる方がいるんですけども。あの冊子に書いてある配信スケジュールってのはあれ、通信用の配信スケジュールになっているんで。要は講義から二週間後。 でも、通学クラスの方は翌日にちゃんと配信されますので、あのそこは、ね、心配しないでください。次の講義に間に合うように、休んでしまったときには、翌日の、えーまあ、午後かな、午後には、ね、配信されるので、はいあの、そこはちょっと間違えないようにしてください。で、また2週間後に通信と同じものが配信はされます。そこは、ね、通学クラスの方が翌日配信されたものが、2週間後にはまあ切り替わるようなイメージです。ね、はい なので通学の方は翌日見れますよとというこただ、当日、ね、Zoom、えー、の方でリアルタイムで全く同じ講義も見られるので、まあ、仮に通学今日できないなという場合でもあの家でウェブであのこの講義あ見られますので、まあ、今、多分、ね、そういった形で見ている方もいると思いますので、ねはいえー、というところだけちょっとね質問が多いのでお、えー、お伝えをしておきます、はいでまあ、会計試験に関してです、ね、どんな試験かというところはです、ね、次の表ですね、ローマ数字の2番、会計試験。 に関する、まあ、簡単な、ね、概要がありますでこの担当式試験と論文式試験っていう2つのね2段階の試験ですよっていうことであったりだとかあとどんな科目があるとか合格率がどうなのかとかそういう話はですね、えー、これ申し訳ないんだけど今日その話をしていると時間がなくなってしまいますのでレックの、ね、会計士講座のホームページに行くとガイダンスの動画とかっていうものを拾うことができるんであとはレックの公式のツイッターとかでもね、えー、そういったガイダンスの動画をですね拾うことができるので。 えーまあ、もしね、そういったガイダンスをご覧になられてなく、まあ、別に見るてはないんだけどもね、ただ、あのー、試験の制度のことをちょっと詳しく知りたいなっていう方は、むしろそちらの方で見てもらえれば、まあ、15分とか20分、試験についてがっつりとです、ね、説明していますので、えー、ちょっとね、今日の講義の中では、その部分の説明は割愛させていただきます。はい えただ、2段階の試験としてちょっとね合格率をねあの見ていきたいと思うんですがこの1ページの2番のですね表の下のところでえまあ2段階試験で担当式試験と論文式試験とあってですねえまあ担当式試験の合格率がですねまあ大体15%前後なんですね、ここ最近15、15%前後と。で、論文式試験はそれに比べるとまあ35%前後まあ35%から40%の合格率になっておりましてまあ担当式試験の方が合格率が低いんですね、低いと。 で論文式試験は、ね、結構合格率高くて、えー、ここ数年もう数年というかねもう本当に10年近くのスパンで考えていたた時に担当式試験に合格すればですねですで、ま、たこれもね制度のところで詳しくねあのもし YouTube とかあとごめんなさい会計士のホームページの方ですね、えー、ガイダンス聞いてもらえれば分かると思うんですけれども担当式試験に1回受かると一応論文式試験は3回受けられる権利があの得られると思ってください。 から担当に1回受かると論文3回取できるとでほとんどの方はもその3回の中で受かってると、ね、まあ一発で受かる方もいますし二回目で受かる方もいますしまあまあ3回ぐらいかかるという方もいるのも事実ですけれどもまあ大体3回のチャンスで9割以上の方はもう論文を受かっていますので、えー、だからまあ基本的に今の担当会計試験というのは担当さえ受かれば論文はまあほぼなんとかなっているっていう状況です、ね、まあ9割っていうのはもっとですね20人いたらまあ19人は 3回ののチャンスの中で受かってそれぐらいにですねまあその3回かかるっていう可能性もありますけどもまあとりあえず担当受かれば3回のチャンスの中で論文はほぼほぼ受かってるよと、えー、思ってください。なのでですね言いたいことはもうとにかく担当勝負です。 今の会計試験は担当勝負、ね、担当さえ受かってしまえばっていうところにはなるので、えー、なので、まあ、とりあえずレックのカリキュラムとしてもねとりあえず担当に全力投球、ねえー、全力にですね担当をですね、えー、こう迎え撃つというね体制を整えていくような講義だと思ってください。はい、えー、まあ細かい話はね、えー、ちょっとガイダンス動画なんかをねまた見て頂ければと思います。はい でえーまあ、入門渋谷クラスの特徴ということで、まあ、今は渋谷クラスしか通学講義はね、まあ、こういったご時世ですのでやっていないんですけども、はいえーまあ、早い段階から専門的な学習ができるということで、まあ、これはねあの基本的にこの入門講座で皆さんの前に登壇する講師が論文まで、えー、受け持っていくようなです、ね、スタイルになります。まあ、科目によってはね えー、途中から他の先生の講義も聞けるみたいな科目もあったりするんですけども、まあ、基本的にはこの入門講義の講師が上級講義もそして論文講義も受け持つんで、まあ、論文までね、えー、見据えたようなですね、えー、一貫性のある講義を展開することができますよっていうのが、まあ、まあ括弧の一番ということですね。はい だからまあ講師がねコロコロ変わると前のね先生が言っていたこととね後半の論文での先生が言っていたことが何か違うじゃんみたいなこともね結構あったりするんですけどもあるよっていうことですは,い、であとはね万全の質問体制ということでまあ最近ね非常にこの好評をいただいているのがのの LINE の質問なんですね。はい、の質問で まあ通学の方はね別にその講義の合間とか講義が終わったとかにで質問してもらえればまあそれでねいいと思うんですけどもただ、プラスで LINE も使えます。で今日ねこのレジュメの後ろにですね一応載せたんですが4ページですね4ページに LINE の QR コードをですね貼りました。で これね私がこれ左側で、まあ、加減というんですけども私とですねあと管理会計の講師である二宮講師の LINE の QR を載せてこの LINE の質問というのは講師直通の LINE になります、ねまあ、一応あのプライベートじゃなくてレクからねかさ,されている、まあ、携帯なんですけども一応講師が、ね、持っていてで、まあ、あとねカウンサロンとかです、ね、あと企業もあ,あるのかなので担当の科目は全部。 4科目すべて、ね、LINE が完備されておりまして一応当面の間、ですね喫緊、えー、で必要になってくる2科目を載せています、あとカンサロンや企業法に関しては、これもまたレックのホームページなんかでも拾えますし、まあ、しばらくね、えー、半年ぐらいはまだカンサロン、企業法ってやらないんで来年の来年年じゃなく今年の10月とか9月ぐらいになって初めてカンサロン、企業法に触れるのでまあ、まあ、とりあえず、えー、早めに必要になる2科目だけ載せていると。はいで えーまあ、あのここにあるとおり講師が、ね、直接 LINE を返すっていうところであの、まあ、講義で言っていた内容とか、まあ、話が伝わりやすいっていうことと、まあ、あとはね通常の質問っていうのも、まあ、一応あるんですよ教えてチューターといって、えー、レックを介してメールで質問をするっていうのもあるんですけれども、まあ、返事が、ね、多少遅くなったりすると、まあ、例えば土日は稼働していなかったりだとか、ね。はい ただまあ講師直通ラインはこれまあ講師によってねちょっとレスの速さはまちまちなんですけれどもえまあ比較的早く帰ってくるかなと思います、まあ、一応私はうんまあねできれば当日に返したいという気持ちがあるんでまあ当日に返すっていうこともありますしえまあ遅くてもね翌日には返そう返すっていう一応目標があってえなんでまあよほどのことがなければ次の日までには帰ってくるかなっていうのがありますんでえー ちょっとねそこは講師によって多分スピード感は違いますがでも例えば1週間入ってこないとかってそういうのははないと思ってくださいよほどのことがないわけで、ね、なので、まあ、基本的には当日翌日、まあ、遅くても翌々日ぐらいのレッスンになるというところですねなので、まあ、結構早めに質問は解決できますよということですただ、えー、まあ担当式試験の後ですかね担当式試験年に2回あって12月と5月担当式試験あるんですけども担当式試験のあと1週間ぐらいはですね もう質問の量がですねかなり多いのでここはねちょっと遅くなると思ってください出したらあの、まあ、担当式式資受けた人を優先的に返したりするんで1週間ぐらいかかってしまう時がそこはあると思ってくださいでもそれ以外はあのもうね基本的にはあの大丈夫というかね、まあ、翌日ぐらいまでに帰ってくる翌々日ぐらいまでに帰ってくると思ってくださいねはいで、まあ、24時間ね、えー、別に OK ってあるんですが別に24時間いつでもパッと帰ってくるわけではないんでそこはご了承くださいあの寝てる時間とか全然あるんですけどただあの なんか、その先生が寝てるかもしれないみたいな気を使って LINE をですね、送るのを朝にしましょうとかっていうのは、別にそれはね、全然、あの、気にする必要はありません。まあ、基本的にサイレントにしてるんで、その LINE で起きることだと,かとかは絶対に、あの、ないんで、えまあ別に夜中に送ってもらっても構わないですし、えただ私の場合ね、ちょっと一点だけ、夜中に返すっていうことも私あるんで、ちょっとね、そこはご了承いただきたいなと思います。なんか2時ぐらいに質問が返ってくる可能性も、それはね、あるんで、なのでちょっとね、夜中に、 落ち着いいててっていうか仕事が終わってから返すっていうことも結構あるのでちょっとね私の LINE の場合は夜帰ってくる可能性があるっていうところだけはねあ,のあらかじめご理解いただけたらなと思います、はい。なんであとはねもう別に好きに質問してください何でもいいんですよ何でもいいんですよっていうのは別に無理して質問する必要ないんですけどもまあ勉強の内容でもいいですしあの普通に進め方の相談中身じゃなくてまあどうやってやったらいいんですかとかっていうそのね勉強のスケジュールの相談であってるだとかあのまあ中には。 全然関係がない相談っていうのも変だけどもちょっと人生相談的な LINE もあったりするんで別にその辺は別にあの何でもいいですね何でもいいんで別に気軽に聞いてくださいであとあの質問の仕方とかも特にないんで LINE の質問でラインの質問ってどうやってやったらいいんですかって質問があったりするんですけども別にそのフォーマットとかないんで別にまあ友達感覚でもいいですよ結構人によってね質問の仕方とか違ったりするんですがあの普通に友達に 送送るるような感覚で送って来られる方もいますで別にそれは私は嫌な思いは全くしないのであの別にスタンプなんかも使ってもらって構わないですけどもね、はい、だから私もねスタンプを使いたいのはやまやまなんだけどもあの重ねている携帯のスタンプがあまりねセンスがいいのがないんであんまりスタンプ使えないんですよはいだから本当はねこのスタンプ使いたいなと思うんだけどもあのスタンプあんまり使えないっていうのはあるんですけど本当は気持ち的にはスタンプを使って返したいぐらいな気持ちではあるんですよはい、えー、でまあ内容はね別にあの気にせず気軽に何でも送ってくださいであとね えー、電話でででのの相談っていうのもできるんですねでこれはレックの会計士講座のホームページに行くと電話で相談できるっていうですねあのバナーがあるんで例えば内容の相談でも、まあ、学習相談あのスケジュールの相談でもそうなんですけどもちょっと面倒くさそうだっていうのがあれば電話の方が早いと思うんですよだから LINE 打つのが面倒くさいなとかねでその場合も電話であの相談してもらって全然 OK ですんで。 えー、電話に関してはですねどの先生が何月何日と何時に電話できますって予約フォームからで一応予約制になるんで、えー、そのホームページ見て、えー、その先生の相談できるね予約に、えー、フォームに予約入力してもらえればあのこちらから電話しますねはいなのであの、まあ、やっぱ電話の相談もねあの、まあ、多いんですけどもこれは内容っていうよりもやっぱり学習スケジュールですかねそっちの相談ですかねはい そっちの相談は結構電話が多いいかなと思います別に内容でもいいんですけどね。ただから電話の相談っていうのもまあ全然使ってください。結構ね皆さん使われております。えー、で結構ねあのびっくりされる方がいるんですけども深夜の時間帯の相談っていうのがあるんですよ。ねまあ、夜の電話相談っていうとちょっと怪しい感じするんですけどもあのただね夜枠っていうのがあって本当に12時から2時とかねあの別にそのの中の30分ぐらいの、ね、相談枠とかってあったりして。 あの、そこも全然使ってください。あの、ただね、結構時間間違える人たまにいるんですよ。夜のね、12時に相談なんてあるわけね、みたいな感じで、昼の11時のノりで、あの、予約して、で、こっちかけると、あの、全然眠そうな感じで出て、あ、昼と間違えました、みたいなこともあるんで、あの、まあ、時間ちょっと間違えないようにしてもらえればと思うんですね。はい。んで、 まあ結構ね心配してくれる人もいるんですそんな夜まであのね電話相談して「レックってブラックなんですか?」みたいなねあのそんなあのお気遣いをされてく,るくれる方もいるんですけどもあの全然むしろ私はどっちかというと夜型で、まあ、講義も夜なんで講義夜終わって。 えーまあ、家に帰って、一段落するのが大体12時ぐらいなんで、そこから電話相談みたいな感じのは全然あるなんで、ただその代わりに私は午前中はほとんど入ってないんですけどね。はいな感じで、あの夜のねあるので、まあ、社会人の方なんかはね結構、その夜枠なんかを、ね、利用して電話される方もいるんで、はい、まあ、電話もね使ってもらえれば、まあ、LINE と電話があれば、まあ、結構、質問としては、ある程度ね早く解決するかなと思います。 あとはね、さっきも言ったレックで教えてチューターといって、レックを介して、えー、メールの質問ができます。で、逆にレックを介してのメールの質問っていうのは、基本的に講師は関与しておらず、教材を制作しているスタッフであったりだとか、あと昔先生だった人とかね、えー、が返信をしますので、まあ逆にその直接講師に質問しづらいっていう質問もあると思うんですよ。あいつ何言ってるのか分かんねえみたいなあの。そういうのは、まあ、教えてチューターの方でレックを介して質問した方がいいかもしれません。ね、はい。 あのただ、直接来るときもあるけど、ちょっと何ってるか分かりませんから質問してくださいみたいなのを直接 LINE で来る人もいるんで、それは別に全然いいんだけどもね、ちょっと質問しづらいような質問は、レックの方を返してもらっても全然いいです。結局、基本的に私は関与していない、講師は関与していないんで、だからそういうね、講師に直接質問しづらいものは、メールの方で質問してもらってもいいのかなと思いますので、はい、ちょっと長くなりましたが、ある程度、ね、最近はとにかく質問体制っていうものを手厚くしているので、えーまあ、うまく利用してもらえればっていうところですね。はい で、その下ですね、1ページレジュメに戻って、持ち物ということで、まあ、これは基本的に私の講義に関してなので、他の講義に関して、他の先生の指示に従っていただきたいんですが、えー、まずテキストを持ってきてくださいと。で、基礎編はですね、テキストいらないです。基礎編は。今日から6回、基礎編ありますが、基礎編はすべてレジュメで講義をやっていくんで、基礎編のね、薄いテキストあると思うんですけども、あれはもう一切使えません。ね。ですかなので、 本論編になってからですね。本論編になってからはテキストをベースにしていきますので、本論編からはテキストを使っていきますので、持ってきてくださいと、えー。本論編は5月末ね、開講なので、まあちょっと先ですけれどもね。はい、本論編からテキストを使っていきます。あと2番、ノートですね。まあノートというか別に紙でいいんです。紙。ええー、私の講義ね、財務課議論の講義は、その講義中にちょっと時間をね、取って、えー、問題を解いてもらうっていう時間を設けることが結構あるんですよ。 まあ入門の財務会を受けるの言ったらですねえまあ毎回の講義の中でまあ少なくとも何回かはね時間を取ってっていう部分があるのでだからまあその時に何か書いたりする紙があれば便利かなとまあ別に強制じゃないんだけども結局問題解く時には何かメモしたりするんではい何かねそういう紙を持ってくるといいのかなと思います。であとね問題集ですねえこれまあ基礎編にも問題集がありますし本論編に行っても テキストは本論編ですね。入門で7冊までやるんですよ。テキスト1からテキスト7まで。ね、そうすると、まあ、テキスト1に付随する問題集1。テキスト2に付随する問題集2。各テキストの冊数に応じて問題集も付いているんですが、えー、財務会計論は問題集に関しては持ってくる必要はありません。講義では使わないです。問題集は基本自習用。 ね、なのでまたランク表とかねその復習の便宜になるような教材は配布しますが問題集自体を講義で使うことはありませんので、まあ、財務はいらないですただ他の科目はちょっとわからないので他の科目の先生に聞いてくださいと、ねはいえー、あとね筆記用具ですかね4番まあ筆記用具はですねまあ基本的に必須なんですが、えー、私の講義はねマーカーを使って いきますで基本3色使っていくんで、まあ、3色マーカーがあるといいかなと思うんですね。で一応色はですね、えーまあ、私はその赤と黄色と青をですね使い分けて、えー、マークをしていきますんではい、まあ、赤がねちょっと重要なところとか黄色はまあ赤に比べて相対的に重要性が劣る部分で。 で青なんかはちょっとただねこう色を使い分けた方が分かりやすいような時に出てくるような色っていうような位置づけで、えー、使い分けたりをしますが別に色を統一する必要はないんで特に赤のマーカーっていうのは結構ね、あのー、不人気な場合もあって目がチカチクするとね、はい、あと逆に黄色なんかもねちょっとあんまり目立たないから嫌だっていう人もいたりするんで、まあ、別に色を統一する必要はないと思うんですけども一応講義では3色ね、えー、マーカーを使っていきますよということをお伝えしておきます。 ただ、まあ、マーカーがそもそも嫌いな人もいると思うんで、まあ、別にマーカーを、ね、絶対にしなければいけないかというとそうではないんで別に中には、ね、マーカーしない人もいますから、はいえーまあ、マーカー嫌いな人は別に、まあ、無理してする必要はないんだけども一応講義では3色のマーカーを使い分けていくと思ってください。はい、でそれ以上に大事なのが電卓ですね。電卓、はい、で、まあ、会計士という職業は、まあ、電卓 切切っても切り離せないですね必須のものになりますのであのまあこれから勉強していく中でそしてさらに受かった後多分一生の中で一番一緒に時を過ごすのは電卓になるはずなんですよ。ね、それはパートナーよりも多分電卓の方がですね一緒にいる時間長いと思うんです、ね。はいえー、それぐらいね大事なものになってきますんで、えー、一番初めの電卓選びもちょっとねこれは慎重に選んでほしいんですね。で今企画があるんでその企画に合わないものは試験に使えないんでね。 えー、だから電卓選びはですね、えー、どういったものがいいのかということで、まあ、一応12桁とだけここに書いてあるんですけども、はい、ちょっと次のページですね見てください、えー、2ページ目の上ですね、えー、これね試験の受験要項から、ね、抜粋してきた電卓の機能、まあ、電卓のね、えー、適合するかどうかっていうところで、まあ、12桁はねあのこれは別に12桁でなくても いいんだけれども試験場12桁ないと辛いんで、えー、たまにまあ10桁とか9桁とかっていう電卓がありますがそれはねあのやめた方がいいですねなんで桁はあの少なくとも12桁以上まあ逆に12桁以上の電卓はあんま見ないんですけどね12桁は絶対にあの最低でも必要だと思ってくださいはいでまあちょっと注意点としては 丸の三番外形寸法が2 0 × 2 0 × 5ンチを超えないことっていうことでまあ注意点と言いつつそんなに、まあ、大丈夫だと思うんですけど、まあ、あまり大きすぎるものはね試験で使えませんよっていうことなんですね。うん、で多くの受験生が使っている電卓の中で一番、まあ、メジャーな大きさっていうのがまあこのぐらい手のひらサイズですかね。 手のひらサイズでちょっと写すとあまりサイズ感分かんないかな、ね、こんな感じですかねでこれよりも一回りぐらい大きい電卓でもいけます使ってる人も結構いますで特に男性の方なんかでね手が大きい方なんかはこれだと少し小さいんでっていうことでもう一回りぐらい大きい電卓を使われる方もいますまあそれも OK ですが、まあ、例えばパソコンのキーボードぐらいある電卓もう今最近見ないですけどねはいただまあそのめちゃくちゃ大きい電卓は使えないっていうことですね でまあ、これね、家電量販店に行けば、資格試験用の電卓コーナーが大体あるので、まあ、そこに売っている電卓であれば、基本的には OK かなと、まあ、日商簿記検定推奨みたいなね、えー、そういう電卓もあって、まあ、日商簿記検定推奨のものであれば、会計試験でも普通に使えます。はいでまあ、大きさ、ちょっと注意ということと、まあ、あとはですね、 特に理系の方なんかだと関数電卓使っちゃってるっていう方がいますが関数電卓使えないですからダメですねはい関数機能ダメですよ以下に掲げる機能を有しないことですから、はい、まあそれ以外にねその特別な機能を持つ電卓をですねそもそも所有している人ってあんまりねと思うんですが関数電卓はやっぱりねあの理系の方なんか持ってる方が結構いますので、はい、関数電卓はダメですよということです ただ日数計算、税計算、アンサーチェックだとか、ですねそういう機能は OK です。まあ、例えば私の電卓なんかだと、えー、これ、税率計算、税込みで、えー、なんか923ってよくわかんない税率に設定されちゃってますけども、まあ、基本使わないんだよ、こんなのね、えー。使わないけれども、これあっても別に OK ですよということ、あと日数計算機能ですね、まあ、こういうのがあっても、ねえー、全然問題ないですよということなんで、はいまあ、このあたりは別に OK です。 あとアンサーチェック機能とか、まあ、これ、検算機能なんですが、まあ、こういうのもですねあっても別にこれは問題ないですよということなんで、はいまあ、このあたり、ちょっとですねその家電量販店に行って、電卓を選ぶときに注意をしてください。もともとに今持ってるっていう方は、まあ、これに適合してるんだったら全然 OK ですし、ちょっと適合していなさそうであれば、まあ、買い替えるべきかなと思います。また分からなければね、ちょっと聞いてもらったらいいかなと思いますので、はい。えーでで まあ選ぶときもう一個注意してもらいたいのはこの電卓がねもし壊れてしまったときにすぐに変えられなければいけないんでまあ基本的にはその量産されているタイプの電卓を選んでくださいなんかめちゃくちゃかっこよくてめちゃくちゃ珍しそうだからそれにしましょうっていうのはちょっと危険ですで大体ね受験生は試験場に電卓2台持ってきますで万が一試験中に電卓が壊れたときに貸してくれないんですよその立ち会館の人とかが。 自分で用意した電卓を使わなければいけないんでなので同じ電卓を大体2台持っているとで電卓ってですねだんだんあの練習積んでいくとブラインドタッチが基本的になってきますからあの配置が変わると計算基本的にできないんですよはいだからほぼ同じタイプの電卓要は,は量産タイプの電卓を買ってくださいっていうことなんですねはいでまあ試験中にね電卓が壊れるなんてことがあるのかって思うかもしれませんけれども まあ一応ね私がここまで受験時代から含めてですねまあ2例ぐらい試験中に電卓がおかしくなったって話は聞いたことがありますでも直接の知り合いとかじゃないんでそれは嘘かもしれないし分かんないんだけどもね、えー、電卓叩いてたら急に液晶がだんだん見えなくなってきてしまってみたいな話を聞いたことがあるんですはいなのでまあ一応ねえー、備えあれば売れにとっていうことなので電卓はまあ別にいきなり2台用意するじゃないんですよ ね、ただ量産タイプのものを、えー、用意してもらって、えーまあ、試験場には2台持っていくようなイメージで、えー、考えていくといいと思いますであとまあメーカーはね別に正直何でもいいんですけども受験生のです、ね、ほとんどがシャープかカシオの電卓を使ってます、まあ、私はシャープ派なんですが、はいまあ、別になぜシャープかっていうのはあまり理由はなくただ当時買ったものがシャープなのでずっと継続してシャープを使ってるっていうだけなんですが。 はいまあ、別にカシオでも全然 OK ですね、まあ、どっちが多いか正直分からないです同じぐらいかなと思いますシャープ派とカシオ派とで、まあ、あとですね、まあ、若干おしゃれなのがキヤノンかなとキヤノンはねちょっとスタイリッシュな電卓出てるんですけど、えー、キヤノンでも別に OK ですキヤノンは基本的にシャープと同じような、ね、配置になっています、ねはい、なので、まあ、大体ねシャープカシオがほとんどの受験生たまにキヤノンの方がいますよでそれ以外の電卓はあまり見たことがありませんということで、えーまあ、一応ね一生付き合っていく えー、まあ電卓になりますのでまあ例えば、ね、ちょっとそこでケチってね、まあ、100円ショップで買ったものを、ね、使おうと思ってる方はいないと思うんですけれどもあの、まあ、少しケチって、ね、安価なものを買ってっていうことよりも、まああのまあ、3000円ぐらい出せばいいものを買えるのでね。 まあそれぐらいの価格帯っていうものを目安にしてもらえればと思います、まあ、別に1万円とかの電卓もありますがそこまで出す必要はないですけどもね34000円ぐらい出してあ,のある程度こう一生使えるっていうことを、ね、見越して、えーまあ、買っていくようにしてください、まあ、数百円でっていうのだとちょっと心もてないんですよねはいまあここは将来の自分に向けての投資だと思ってください また何か分からないことがあったらね、えーまあ、直接聞いてもらえればと思いますし、まあ、別に LINE でも電話でもあ、あのー、この電卓いいですかって、ねえー、写真送って、えー、LINE してもらっても全然構わないので、はいまあ、聞いていただければと思います、ね、でさっき言わされたんだけども LINE の人なんて、ね、画像送れるんですよねここ分かんないからみたいな矢印して、ね、だからもう画像とかがんがん送ってもらってもいいですしあの動画送られる方もいるんで、ねはいあのー、そういうのは全然 OK です で、えー、ちょっと講義の進め方についていきたいと思います。まあ、持ち物はこれぐらいですね。で、2ページの下ですね、今の電卓機能のところの下、いきますが、まあ、講義の進め方ということで、えーまあ、レックのカリキュラムとしてはね、左側のホワイトボード、右側、皆さんから見ると右側のホワイトボードにも、14時から17時って書いてありますが、あの真ん中に休憩1本入りますから、だから1回3時間なんだけれども、 え真ん中に休憩が入るんで、まあ、1時間半ぐらいのところでだいたい1回休憩が10分からまあ15分ぐらいの休憩が1個入ると思ってくださいなので、まあ、イメージ90分かけるにま2、あ、9 0分もないんですよね85分かける2みたいな、えー、イメージでいただければと思いますはい、まあ、私は比較的ねあのちょっと前半長め後半少なめなので多少ね前半が長い時は100分ぐらい本当に長い時はね りがいいところまで110分ぐらいとかね前半取るときがあります、ね、で後半は若干短めですかねはいなのでま,あまだ休憩来ないかなって思っていても多少長いときがあると思ってください、ね、であとは質問はいつでも来てくださいいつでもいいですよっていうのはまあその下にあるので、まあ、これでしょ であと基本的に講義やテキストベースというのが、ね、ちょっと順序逆になりましたが、カッコ1にありますでこれは本論編に入ってからですね既存編はすべてレジュメで講義をしますのでさっき言ったみたいにここテキストを持ってきていですけれども本論編に関してはすべ、まあ、てテキストで,です、ね、講義をしていきますので毎回テキストを、えー、持ってきてください。まあ、どのテキストを使うのかというのは講義のたびに、ね、お伝えをしていきますので、まあ、そこはその講義の、ねえー、前回講義の指示に従ってもらえればと思います。はい でまあ、このところなんですけれども、まあ、少しね、復習方法なんか、学習のコツなんかも全部じゃないんですけれども、簡単にちょっと大事なところだけお話をしていきます。またね、講義の中で、えー、いろいろね、えー、勉強方法だとか、みんなこうやってやっていたとかね、合格者はこうやってやって,いたやっていたとか、そういう話はね、していきますが、ちょっと初めに重要そうなところだけつまんで見ていきます。これが2ページの下のところ、ローマ数字の6番。はいえー、講義に関して、基本ね、予習はいらないです。 予習習はいいいらないんでとにかくく復習をしてください前の講義の復習を次の講義までに終わらせるっていうことを一つ目標にしてください。でこの担当式試験一年約1年、まあ、今からだと1年3か月になりますけれどもそこで担当式試験に受かるためにじゃ入門期にどうしなければいけないのか。 まあそれの講義を受けて講義の復習していくっていうのはそうなんですけどもえじゃあ入門終わった時に具体的にどういう状況に到達していなければいけないかっていうとはいまあこれはですねえちょっと括弧の1の。 下かから2行目こ,こですかね具体的な到達目標は入門講座が終了した時点で全ての論点の問題がストレスなく解けるということで、まあ、何が言いたいのかというとそのあとですね講義直後だけ問題が解けても意味がありませんということでそうなんですね試験にその皆さんが学習した内容をアウトプットしていかなければいけないんで,ですか。今日 講義で勉強した問題が明日解けても試験の時に解けなかったら点数にはならないっていうことはイコール合格できないわけですよ。はい。そのためには過去にやった内容っていうものをまあある程度キープして抑えていなければいけないんです。忘れることも当然あると思うんですよ。今から1年3ヶ月後ですから。ただ忘れた時に見てすぐに思い出せるような状況にしていかなければいけない。 はい、でそのためにはどうするかというと入門期終わったタイミングで期間的には今年の11月12月その辺りまでに入門の内容の問題集の問題がある程度ストレスなく解ける状況に持っていく必要があります。前範囲ですかでそれをやるためには 講義の復習、まあ今の講義の復習は当然やらなければいけないんだけれども、どっかのタイミングで過去の復習も取り入れていかなければいけないんです。だから復習のイメージとしては、今の復習と過去の復習。財務会計,論会計論でも2つの軸があるようなイメージで復習をしていく必要があると思ってください。まあ、財務会計論、今、財務会計論、過去みたいなね。だから財務会計論だと講義が、 入門期は52回かなあるんですけどもじゃあ42回目の講義の時に12回目の講義の内容の問題が解けるかっていうそこなんですねポイントは。まあ会計試験ってね、まあ、難しい内容も一部ありますがほとんどはですねそんなに難しくないんですよ。ね、そんなに、ね、多少難しいのはありますけどねだから講義を聞いて復習をちゃんとやればある程度その内容の問題って解けるんですよ、まあ、講義聞いた後、ね、当日とか翌日。 まあ復習すすればですよただやっぱり人間は忘れる生き物ですから1か月経ちました2か月経ちましたっていうと、まあ、どうしても忘れます。ね、で忘れないためにやっぱり過去の復習を頑張ってやっていき、えー、目指すべきところっていうのはとりあえずですよその11月とか12月の段階で入門のですね全範囲の問題集の問題がある程度解けるっていうここをね一つ具体的な統一目標だと思ってください。そそれを目指しててやっていくんですりえ 講義走っている今の復習と過去の復習、ねえー、これをね進めていく並行して進めていくようなイメージを持ってください。なんでまあ初めの方はねそんな過去の復習っていっても特に財務課程の初めは積み上げ方式なのであの今の復習やってれば自動的に過去の復習もやってるような話になってくるんだけどもまあ本論に入ってまあ10回ぐらい講義がね 進んでいくともう早速過去のはね話忘れてくるとか出てきますので、まあ、具体的にはねその本論編に入ってからっていうところがより本格的に過去の復習を重点的にやらなければいけない期間なんですけれども、えーまあ、どっかのタイミングで自分の復習プランに過去の復習を、えー、取り入れていく必要が出てくると思ってください。はいまあ、これがね入門終わった段階での具体的な、えー、到達目標になります。はい、でさらにそのためにはどうすればいいのかっていうと。 えーまあ、この財務会計論というのはですねまあいわゆる簿記なんですよ科目で言ったら簿記なんですで今日簿記とは何ぞやって話もしていきますけれども簿記というのはですねその科目の性質上どちらかというとその習うより慣れろ的な要素があ強い科目になりますまあ正直ね筋トレと同じなんですよだから練習をするとにかく練習を積み重ねていけばできるようになるんですけどそのやり方としてですかそのやり方として例えばですね新しい 分分野野を勉強ししてそこの新しい分野には例えばじゃあ講義のね、えー、18回目にですね、えー、終わったらそこに説明が10個ありましたと、ね、でその10個の説明をじゃあまんべんなく1回通りね、えー、解きますよっていうやり方と、ね、その10個全部やりきるのはなかなかね、まあ、10個全部やったとしても全部1回通りしか解けないんでじゃあその中から抽出して3台を3回通り解きますよ っていうやり方と、これ財務会計論どっちがいいかというと、これですね、後者なんですよ。広く浅く一回取りやるんだったら、範囲はある程度狭めて。そこを三回取りやった方が、点数には結びつきます。ですか?。ですんで、こうですね。はい、三台を一回取りとくんだったら、一台を三回取りとくような学習方法を意識してください。 1>, 1回しか解いていない3台っていうのは本試験では使い物になりません1回しか解いていない3台は使い物にならないんだけども3回解いたその1台は自分の身になっていきます使い物になるんですよ、ね、だから使い物になる武器をどれだけ増やしていくのかっていうことで1回解いてもですねしょうがないんですよまあ筋トレと同じだからね反復していかなければいけないんで、ね、腕立て伏せ1回やって筋肉がモリモリつくかって言ったらまあつかないわけですよ、まあ、別に3回やってもつかないと思いますけどもね トレーニングをして、まあ、筋肉をつけたりねするためには同じ問題でいいので繰り返してやるっていうことが大事になってきますはいでどういう問題を繰り返しやるべきかっていうのはこれはですね本論編に入ったらテキストの設定と問題集が全ての問題についてランク表を配ってきますのでそのランク表を見て優先度の高い問題を繰り返しやってくださいですか特に社会人の方はね時間がないと思いますからもうそのランク表にねこれ反復してねっていう印つけてあるんで問題、えー、ランク表の中に。 また本論編に入ったらそのランク表の見方を教えますけれどもね反復してねって印が書いてある問題だけ繰り返していけばまあ,ある程度いいっていうようなですね設計にしておりますのでそこはちょっとランク表に従ってくださいあとは一応 ABC のですね重要性を振っていますのでえまあ学生さんとかね専念されてる方で時間が十分にあるという方はもう全部やるね A も B も C も全部やるねでもちょっとね C までやるのはつらいなという方は A と B だけに絞る とかね、社会人の方で本当に時間がないという方は A だけとかねあとそれとは別にさっき言ったと反復してねっていう印がある問題があるので、まあ、A+ プラス反復っていうのがね、えー、まあ一番いいセットなんですが、まあ、そのあたりはちょっとですねまたあのこの辺に入って、えー、そのランク表の見方なんかはお話をしていきますんで、まあ、とりあえずねそのランク表なんかに従って何を優先的に解くべきかっていうところはね、えー、これは、えー、判断できるように、ね、一応しますので、ねはい、それをね、えー 参考にしてもらえればと思います。ただ基礎編はね特にランク表なんかはですね配りませんので、まあそこは本論編に行ってからだと思ってください。はい。まあこれが具体的なね復習方法の本当にちょっと大事なところ、今日言っておきたいところになります。まああとはねちょっと講義の中でいろいろと紹介しながら、えー、お話はたまにね雑談うんがてらしていきたいと思いますね。はい。でちょっとですね裏三ページも見てください。 まあ具体的な復習方法というわけではないんですけれども、まあ、いくつかね、学習のコツとして意識してもらいたいことを列挙しました、まあ、ここもですね全部話してると時間がなくなりますので、えー、ちょっとね、現段階で、今日ね、皆さんにお伝えしたい部分だけ、ピックアップしていくと、えー、まず一つ目ですね、えー、この入門講座、一番大事ですよと。えー、ここ、おろそかにすると短期合格は厳しくなりますと。とね えーまあ、よくね、まあ、試験に直結する実践力を高める上級講座の方が重要だっていうふうに思ってる方がいるんですけれども、ね、でもそれは大きな間違いで入門講座の方が大事ですよ、ね、でさらに言ってしまえば上級講座だけ受けても入門講座がそれ前提になってるんで上級講座の問題なんか解けないんですよね。はい で基礎を勉強していく入門講座はね財務会計論もね本当に土台部分を勉強していきますので、えー、その入門講座の内容が分からなければ上級講座の内容も分からないプラス論文にたって論文の内容分からないということになりますのでこの入門講座が一番大事ですそして入門講座の内容から普通に試験のね問題としてダイレクトに何割かは出ますからねまあ半分ぐらいは本当に入門講座の内容かな財務会計論はねはい。 で試験に直結するっていう意味もそうですしこれからのね、えー、上級講座や論文講座の土台となっていくっていう意味でも、まあ、この入門講座が一番大事ですよっていうことなのでここをおろそかにすると入門期のうちに入門の内容がきちんと、ねえー、問題集問題解けるさっき言ったみたいですね11月12月に入門の問題集の内容がある程度ストレスなく解けるっていう状況にしていかないと。 合格厳しいんで,すよですかあの確かにね逆転する人もいるんですよ入門期の時勉強していなくてじゃあ上級入って本腰入れましょう、ね、そっから受かっちゃう人いますよいますでも、まあ、私のね感覚値としてはそういう巻き返しができる方は、まあ、2割ぐらいですね入門の復習をきちんとせずに入門終わった段階で問題集の問題が、まあ、ちゃんと解けないような 勉強方法をです、ね、入門期していた方は8割は落ちるんですよ基本的に8割もっと落ちるかもしれません、ね、まあ逆転できるっていう方もいますとねただまあその少数派にねわざわざならなくてもいいわけですよはいだから入門期きちんとね復習をしていって入門の内容の問題集の問題がストレスなく解ける状況にしてもらえれば、えー、合格が見えてくるわけですしそういう意味でも入門講座っていうのは一番大事ですよということですはいであとはですね まあ5番6番ねここまあ同じようなことなんですけれども五番六番ですかまあ学習の理想としてはねあのきちんと理解してから暗記をしていくというですねプロセスを追っていくのが別にこの会計試験,試験に限らずねどのような科目でも一番の理想だとは思うんですよまずね考え方を理解してそして覚えると。 ででもですねこの会計分野は特に普段日頃です、ね、私たちが日常生活で触れているようなものではないので初めに理解しようったって理解できないものも結構あるんですよ。もう何言ってんのかなと、ねまあ、一応後期では説明するんだけれどもあのなかなかねあこの説明だけだとつらいかなって思いながら説明している部分も正直あったりして、ね、でそういうものはね初めに暗記してちょっと何やってるのかあんまよく分かんないけれどもとりあえず問題を解けるようにしておくと。 そうするると理解は後からついてくるんで、ね、なのであまりねその一個一個完璧にしながら進めるっていう方法はこの会計試験の学習ではですね、えー、あまりいい方法とは言えないんです。ね、それは全くねもう右も左も分かりませんよ、ね、パッパラパンですよっていう状況で進めていくのはそれはダメですけども、ね、まあその7割方理解できていれば6割方7割方理解できていれば先に進んじゃって構わないです。ね、でそれはね 後になったらあの時悩んでいたことってこんな簡単なことかって思う時がこれねすごいたくさんあるんですよ。ね、特にねその会計の勉強ねじゃあ今日から始めますっていう方は、ね、まだ会計に関しては何も知識がない状況で,、ね、で学習進めていけばねだん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 会計に触れる時間が長くなってくるんで、まあ、例えば今日の講義で分かんなかったことも、ね、進めていけば「ああのことね」っていうのはすぐ分かるようになったりするんですね。 それはもう小学校1年生のね、えー、学習内容が小学校6年生が簡単に見えるっていうようなそんな感じですよ、ね、はいなのでその時ねそのあまりつまずいて時間をかけて考える必要はないですよっていうことです,これです、ねえーまあ、どうしても理解できなければまず暗記するその後の学習で理解できるっていうことが、まあ、これ多々ありますよと、ねあ,のまあまりねこの完璧主義にならないっていうところですかねあの完璧主義の方はですね 時間合格までに時間は結構かかっている節はありますこれはそれ一個一個ね完璧にして進めたいからその気持ちは分かるんですよその気持ちはすごい分かるんですけどもただ会計士に関してはそれはですね基本的にあまり合わないと思ってくださいどうせ後からすぐ分かるんだから進めていけば分かるんですから あれでも6割7割方分かんないところがあってもまあ別に質問してもらうのは全然構わないですただ質問した返答でもあまり納得できなかったりよく分かんないなって思うものがあればそこはねあんまり気にしなくてもいいですよ、ねまあ、それが試験直前だったらまた別かもしれませんが特に入門期のうちはね、えー、とりあえず進めておくっていうのも学習を、ね、ストップさせない一つの手なのであ結局分かんなくなってしまって学習が止まって講義見なくなっちゃうと、ね、これどん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 ね 講義がたまっていくで講義がたまっていくとこの会計試験のです、ね、学習はまあ量が多いんで途中で,です、ね、こう諦めてしまうとかね講義がたまっていっても無理だでじゃあ次の試験にやっぱり目標を先送りにしましょうっていう人も結構いるんですけども、ねはいまあ、特に先送りにする癖つけちゃうといつまでだからねまずそこねストップせずに講義ためずにとりあえずね分かんなくても先に進んでいくっていうスタイルですねこれが大事だと思ってください。 特に自分がそのね普段日頃完璧主義な節があるよという方はちょっと注意してください。ねはい、ですね。まあ、この辺りがちょっと学習上注意すべきことかなと思います。ね、また、ねえー、これは追っていろいろと説明していきたいと説明とかう、ね、講義の中でお話はしていきたいなと思います。はい であとは、ね、ちょっと長くて申し訳ないんですけども、予定よりもだいぶ,だいぶ長くなってしまいましたが、4ページの方でですね、財務会計論に関する科目の性質、ね、これだけちょっとお話しして、えー、本当の内容の方に入っていきたいと思います。はいえーまあ、財務会計論はですね、えーまあ、これから、ねえー、始まる科目となり、他の、ね、科目、管理会計論が始まるのが6月の末ぐらいなので、えーまあ、当面の間は財務会計論。 になりますが、えーまあ、なんで、ね、この財務会計論から会計試験の学習が始まるかっていうとこれどの予備校でもですね基本的に財務会計論からスタートしますがその理由っていうのは、えーまあ、財務会計論が一番重要だから、はい、全科目の中で最も重要な科目でそれはですねまあ配点が高いっていうのもそうなんですよ。 ね、他の科目の2倍配点があるというのもそうなんですけども財務会計論は他の科目とつながる部分が多くこの財務会計論の基礎部分を勉強していないと管理会計論が分からなかったり他の科目が分からなかったりするので、まあ、まずはとにかく財務会計からやって会計の基礎をはじめに少し身につけていきましょうということですね。はい、で配点で言えばですね財務会計論はですね他の科目が100点満点なのに対して担当も論文も200点満点になりますので他の科目に比べて2倍配点が振られている。 まあそれだけでももうねああ大事だなっていうのは感じると思います。はい、であとね財務会計論というのは会計士試験の中では科目としては一応計算科目として位置付けられます。はい、まあ,あの上級に行くと理論も勉強しますんで計算と理論の融合ではあるんですけど入門期で勉強する財務会計論は全て計算だと思って構わないです。ちょっとだけ理論やるんですけどねちょっとだけ理論やるんだけどもほとんど計算。ね、でこの計算の科目っていうのは管理会計論も含めて 計算なんですけども、成果が出るまでにちょっと時間がかかるんですよ。この下のグラフ見てください、ねえー。これですね、横軸がまあ時間ですね。横軸が時間で、縦軸がまあ成果だと思ってください。で、計算科目はですね、やっぱ時間がかかるんです。どうしても。 この財務会計論の計算部分と管理会計論の計算部分、まあ、基本的に入門期で勉強する財務会計論と管理会計論は計算って思って構わないです。でねある程度下積みを積んでいって、ね、とあるタイミングで、まあ、グッド成果が出てくるようなそういう性質があります。まあ、この期間っていうのは本当に人によってまちまちなんでただ早い人でもやっぱり半年ぐらいはですねこの計算に慣れ親しむまでに時間かかります。 早くても、ね、遅ければ2年3年っていう可能性もありますよそれはね。た、はい、だから要は勉強してすぐに成果が出ないのがこの計算科目なんですよ。で逆に左側ね理論科目はまあ覚えりゃ解けるんです特に担当はね。特に担当は。 だから極端な話担当式試験前日に覚えたものが翌日の担当式試験に出題されればまあ解けるんですよ。でも計算科目はですね担当式試験の前日に覚えた、まあ、計算のねやり方なんかが次の日の試験に同じものが出たとしても解けるとは限らないんですね。ですか、まあ、これ例えば数学で言うんであれば公式を覚えても実際問題が解けるとは限らないっていうものに近いですね。 例えば英語であれば単語を覚えても長文が読めるとは限らないっていうものに近いと思うんですよ。ね、でそのようにですね、まあ、計算科目はあの高校受験とか大学受験の科目で読んであれば、まあ、数学とか英語に近い要素があると思ってください。ねえーまあ、すぐに実力がつかないよと。で理論科目は覚えれば点数が取れるっていう性質が担当では特に強いので、えーまあ、そのね、えー、高校受験とか大学受験で考えるのであれば、まあ、その社会とかねあとまあ理科でも覚えれば点数が取れるような、あのー、そういうところに相当する科目だと思ってください。 なので何が言いたいのかというとこの入門期は基本的に計算しかやらない理論はちょっと入れますけどねほぼ計算、ね、これですねいやどれだけ電卓叩くのか、ねまあ、どれだけ筋トレするのかっていうことですよ、ね、土台作らなかったら、まあ、スポーツの話だとねそのゲームに入れないわけですよねだから体を作っていきましょうっていう期間が、まあ、この入門の期間だと思ってください計算のマスターに最大の力を最大限の力を使っていくということです はい、だから、まあ、一応入門講座って100コマぐらいありますけれども理論科目である監査論と企業法は合わせて15コマとか18コマとかね2割もないぐらいで8割以上は計算の講義になりますのでそれぐらいやっぱ計算は大事ですよっていうことです。はい、えー、あとねよく質問があるのはその下で基礎編これから見ていく基礎編はですね日照簿記3級レベルの範囲を勉強していきます基礎編は。 だか産級ので勉強されたことがある方であったりだとか3級を持ってるって方はまあかなり重複する内容にはなりますが本論編に入った場合本論編はですねもうそこから先は日照募記何級っていうくくりは特にありませんこれも結構質問があるんですけどね本論編の何回目までは日照募記2級なんですかとかね、えー、いう質問があるんですけども,もう本論編に入ったらそういう日照募記の範囲と会計試験の範囲っていうのは全体で考えればまあほとんど同じなんですけどね まあちょっと会計試験の方が難しいけれどもただ範囲的には同じなんだけれども、えー、その2級1級みたいな範囲でこの会計試験のカリキュラム区切ってないんでか2級持っている方も基本的に本論編は頭から1回目から聞いてもらえればと思いますはい、まあ、一つ一つの論点をねこう深掘りして見ていくのが本論編だということになりますので、はい、一応ね3級の範囲はこれから基礎編6回の中で見ていくんだと思ってください、はい、ということでちょっと予定よりも全然長くなってしまいましたがえー こうまででがインントロダクションですねちょっといつもよりもだいぶ長い気はしますがね、はい。なので、まあ、とにかくね入門期の内容を入門期のうちにマスターするんだっていうことをですね一、まあ、つですねこう胸に刻んでこれから、えー、まずね入門講座11月までの8か月もうちょっとかありますね今からだと9か月ぐらい。 ありますんで11月までね、えー、とりあえず、えー、頑張って復習するんだっていうことでですね、えー、学習を進めていくようにしてくださいまた何かあればねさっきもお伝えした通り LINE なんかでね気軽に質問してもらえればと思いますはいそれではですねだいぶ長くなってしまいましたがここから、えー、内容の方に入っていきますなので、えー、レジュメの方ねもう一つの講師レジュメの方にですねちょっとですね変えてい、えー、きたいと思いますねこちらですね まあ1回目基礎縁は、ね、お伝えした通りすべてレジュメで講義をしていきますのでめくって1ページ目からですねいきたいと思いますはいですか、ねえー、今から、ね、始まるこの財務会計論はいわゆる簿記です簿記、まあの中でもね商業簿記に相当する科目なんですけれども、えー、その簿記ていうのははい これ、ね、帳簿記録とか帳簿記入の略語と言われます帳簿記録帳簿記入の略語中二つ取って簿記なんですねまあ諸説ありますよこれは諸説あるんですけどもまあ一般的には帳簿記録帳簿記入の中二つを取って簿記と言われます、ね、はいじゃあその簿記をねこれから勉強するわけですけれどもただ帳簿に記録する帳簿に記入するといっても、ね、誰が記入するのかとかどうやって記入するのだとかね あとは、ね、えー、何に記録する、まあ、帳簿とは言ってもどういったものなのかってねいろいろと、ねえー、まあ疑問があると思いますので、えー、ちょっとねそこ帳簿記録をね少し掘り下げていきたいと思います、はいえー、じゃまず一つ目ですね帳簿に記録するというわけですけれども、まあ、誰が記録するのかというと、まあ、これはお店ですよねお店で会計実施権はです、ね、大企業を前提とした簿記になりますので、まあ、大企業が帳簿に記録すると大企業が帳簿に記録する。 はい、皆さんはですね合格してから監査をするわけなんですね会社の成績をチェックするわけですけれども監査の必要な会社っていうのは基本的に大きな企業なんですよ具体的には上場会社あとは資本金5億円以上または負債総額200億円以上という会社について監査が法令で必要とされるんで例えばじゃ監査行きますよって言って。 商店街の八百屋さんんに監査行くってことというこは多分ないと思うんです、まあ、その会社が実はね資本金が5億円以上あってって言っのは別ですけれどもねはいなので基本的には大企業を前提としたお仕事なんです監査っていうのはだからその試験である簿記も大企業を前提とした簿記になりますしたがって誰が記録するのかっていうのは大企業が記録っていうふうに考えちゃって構わないですはいで何を記録するのかっていうのは これね企業の活動を記録するんですけども、企業の全活動を記録するわけではないんですよ。企業の全活動を記録するわけではなく、お金で表現可能な活動を記録するんですね。はい。こちっちチェック出ていきますか？お金で表現可能な活動。ね、これ簿記上の取引なんて言ったりします。まあ企業の全活動を記録するって言ったら大変なことになりますよね。 それは記録しないわけですよ従業員さんが10時20分にトイレ行きましたこれも企業の活動の一つとい一つなんでそれ記録するわけないんですよ。お金が動く取引だけを記録するのでもうちょっとです、ね、落とし込んでいくと例えば、ね、企業がバイトを募集してバイトさんの面接しますよといったときにそのバイトさんの面接というのは企業のお金は基本的に動かないのでそういった取引は記録しないです。お金が動動くく活動だけを記録していいんですねはい だからまあ企業の活動を記録するとは言っても全活動を記録するわけではないっていうのは一つポイントになってきます。はい。そして何に記録するのかっていうのは、えー、これまあ帳簿に記録するんですけどもその帳簿ってですね二種類あって主要簿＆補助簿ってありますが、えー、これはですねその下の括弧の二番ちょっと見てください。ですね。カッの二番主要簿＆補助簿っていうね帳簿の種類ってあります。ですか？ えー、このね主要簿と補助簿2冊の帳簿に記録していくんですねでその中で主要簿っていうのはこれはなくてはならない必須の帳簿なんですよなくてはならない必須の帳簿で具体的にはっていうことでこれります、えー、これで簿記を行うにあたって絶対に必要な帳簿なんですねこれがなければ簿記はできないんです 読みはねちょっと上の方に書いてあるんですけどもこの総刊所元帳っていう、ね、帳簿と何ですか仕訳帳っていうところにはもう読みがな入ってなくて右下のね仕訳って読むんですけどねこの仕訳帳ってね、はい、仕訳帳と総刊所元帳というですね2つの帳簿に記録を取っていきますはいまあ一応ね読み仮名はもう まあ私が講義で、ね、これから仕訳帳とか相関上元帳とかってですね、えー、結構、声に発して講義をするんで、まあ、自動的に覚えると思いますけれども、ねはいまあ、一応、相関上元帳と仕訳帳という、ね、2つの帳簿これを使って記録をしていくとでこれが、ね、収容簿これはなくてはならない2冊の帳簿であと、ね、もう1個ですね補助簿といってあると便利なその他の帳簿っていうのがあるんですでこれは、ね、必須ではないんです必須ではないんだけれども 場合によっては用意する。まあ、ほとんどの企業は用意してるんですけどもね。場合によっては、こんな帳簿が必要になりますよっていうのが補助簿。まあ、後日これはね、本論編に入ってから勉強していきます。なので、とりあえず今日の段階では、なくてはならない2冊の仕訳帳と、えー、相関上元帳に記録をするんだっていうことです。ですかで、今ね、じゃ大企業が、なんかノートみたいなものに、 手書きでで取引を記録ししてているかとう正直それはしてないんですよもうコンピューターの時代ですから取引を入力すれば、まあ、会計ソフトっていうね便利なソフトがあるんでそのソフトが全部処理してくれるんですよ。でも皆さんがこれから勉強していく財務会計論会計試験の簿記っていうのはそのコンピューターっていうものは基本的に考えず手書きで帳簿に記録しているっていうことを前提とする えー、そういうい、ね、帳簿記入だだと思ってください、ね、まあ実際はね会計ソフトを使う出るんでも会社はねだから取引をね入力すれば全部やってくれるんですけども皆さんそれをチェックする側なんですよ監査という立場でね会計士という立場でチェックする側なんでその処理の構造を理解していなければいけない、ね、そのためにはやっぱ手書きのね、えー、帳簿っていうものをイメージして練習をする必要があります。 だからまあ試験もね基本的には手書きの帳簿っていうものをイメージしたような試験にはなるんですよ、ねはい。なのでまあ今ねコンピューターの時代でっていうことで特に社会人の方でですねもうすでに経理で働かれてる方とかもですね多いと思いますけれども、はいまあ、そういう方はなおさら違和感はあると思いますが、えー、もうね、えー、手書きで帳簿に記入するような時代をですねイメージして勉強をしていくようにはしてください。ね、はいですね まあこういった2冊の帳簿に記入をしていくんだと。でどうやって記入するかっていうと、はい、この「複式簿記」という技術と「仕分けという簿記の言葉で記録していきます。まあ、特に後半仕分けというのがです、ね、これ取引を示す簿記の言語なんですよ。仕分けというのが取引を記録する簿記の言語になりますので、えーまあ普段ね私たちが使っている言葉 ではななないような記録の仕方になります,ですかで今日ね講義で見ていくのはこの仕訳っていう簿記の言葉で記録するこの方法を今日の講義で見ていくと思ってください。今日の講義の最終目標はこの仕訳っていう簿記の言葉で取引を記録することができるということです。はいじゃあ最後ですね帳簿に記録するは記録するんだけれどもこれ何のために記録するのかと目的があるわけですよね。 目的なしに何か帳簿にね。記録するっていうわけではありません。何のために記録をするのかって言うとはい、最後ですね。これ簿記の目的です。損益計算書と貸借対照表を作成するため、するためとありますが、ちょっとね、えー、これは下の二重線の部分囲っちゃいます。 この損益計算書と貸借対象表っていうのはこれねあの企業の成績表です企業の成績表、まあ、要は企業の成績表を作るためなんですよでそれを皆様は監査するんですよこの損益計算書とか貸借対象表っていう企業の成績表を監査するんです監査するんです,ですか まあその成績表ね種類はね結構、まあ、今2種類ですねここに載せましたが実際はもうちょっと種類があるんですでこれらの成績表を作るために日々帳簿に記録を取っていくんですね帳簿に記録を取っていきその記録の最終結果を成績表に載っけるんですはいまあ分かりやすいのはね現金なんかの金額をね、えー、一番初めとりあえず4月1日からですね スタートする会社が多いので1年間ね4月1日にじゃあ金庫の中に100万円入っていましたねで現金が動くたびに記録取っていくわけですよねで集計していってじゃあ3月31日1年経ちました現金のですね金庫の中の現金が120万になっていましたって言ったらねまあその120万っていうものを成績表に計上していくんですねはいでこの成績表って2種類あって損益計算書っていうのが 企業のの一定期間の経営成績。を明らかにすするってあります経営成績でこの経営成績っていうのはどんくらいもかってるんですかっていう成績のことです。どんくらいもかってるんですかねお宅の会社どんくらいもかってるんですかっていうのが経営成績。まあ、これですねいくらもかったのでそれに対して成績表ってもう一種類あって貸借対照表っていう成績表あります。 はい、この貸借対照表という成績表はですね、経営成績ではなくて財政状態を明らかにする成績表なんですね。財政状態、経営成績と財政状態っていうのはなんかまあ同じような言葉に見えなくもないんですよね。特に会計の勉強していない人であれば。 まあその違いっていうものをきちんと理解してる人って少ないと思うんですけど全然別物で経営成績っていうのはどんくらい儲かってるんですかって話で財政状態っていうのはどれだけお金あるのか今財産どれだけあるんですかっていう成績なんですよ。経営成績っていうのはいくら儲かってるんですか財政状態っていうのはどれだけ財産あるんですかっていう成績でね。 またこれ今日ね詳しくこの後見ていきますが両者は全然別物になりますはいでまあこのね成績表をえ作るということを目的として日々帳簿に記録を取っていきます日々帳簿に記録を取っていきますはいですかねこれが帳簿記録簿記になるんですよじゃあ最後にちょっとまとめていくとまとめからですね簿、えー、記帳簿記録とは 大企業がお金で表現可能な簿記上の取引を主要簿である仕分け帳や相関定元帳場合によっては補助簿に仕分けという言葉で記録するんだとそれは何のためにっていうと簿記のね目的企業の成績表である損益計算書と貸借対照を作成するためにねまあこういった帳簿に記録を日々取っているんですよっていうことなんですね。はいですか でまあ今日とは言わず、ここから先ですね、財務会計論では、この記録の取り方であったりだとか、成績表の作り方を勉強していく科目なんだと思ってください。はいまあ、ざっくりとという話なんですけれども、ここからたらいくつか細かい点見ていきます。えー、まずね、簿記の種類ということで、簿記にはですね、2種類、商業簿記と工業簿記という種類があります。その下の下番 で日商募金ってね勉強された経験がある方は特に2級のグレードまで行かれた方はね両者の違いっていうものはなんとなくね知ってるかと思います、えー、商業募金っていうのは商業を営む会社が適用する募金で、まあ、要はスーパーとかねコンビニとかかなまあそういったね、えー、商業を営む会社で適用される募金が、えー、商業募金でこれは会計試験上の科目としては財務会計論 まさに今ね皆さんが勉強する、まあ、これから勉強する財務会計論に含まれる簿記なんですね商業簿記はでそれに対して工業簿記っていうのは工場なんかまあ要はメーカーですねメーカーを前提とするような会社が適用する簿記です工業簿記っていうのは、ねまあ、いやスーパーとかコンビニっていうのはもともとできた商品を外から買ってきて仕入れてきてそれを売るっていう商売なんですね出来上がったものを買ってきて売りますよと。 これ商業簿記な,なんですよ。で、工業簿記メーカーっていうのは、出来上がったものを買ってくるんじゃなくて、材料なんかを仕入れてきて、自分の会社の工場でそれ作ってね、製品作って、作ったものを売りますよっていうのが工業、製造業なんですよ。メーカーなんですよ。で、そういった業種に適用される簿記が工業簿記なんですね。工業簿記。で、これね、会計試験の科目からすると、まあ6月末から始まる管理会計論なんですね。管理会計論。 管理会計論がこの工業武器に相当する科目だだと思ってくださいなのでまあここからね今日から始まる財務会計論は商業武器を勉強する科目なんですね商業武器を勉強する科目だと思ってくださいはいからまあね今日からはこっちですよと、まあ、ここからはですね財務会計論の中ではまあ特に断りなしに商業武器の話だと考えてください あとねもう一個ねちょっと簿記の種類として違った角度での分類ということで括弧の2はもう見たので括弧の3番見ていきます。ちょっと今とは違った角度での分類になりますが単式簿記と複式簿記というですね2つの簿記の分類があります。で皆さんが会計士試験で勉強していく簿記っていうのはこれは工業簿記商業簿記も含めてこの複式簿記という簿記になります。複式簿記 どのようにっていうところに「複式簿記という技術と「仕分け」という言葉で記録ってあるとおりね「複式簿記はいこの「複式簿記というものを前提とした簿記だと思ってくださいじゃあ短式簿記・複式簿記の違いって何かっていうとですかまあ短式簿記っていうのはですねひょっとしたら皆さんもうね短式簿記ってやったことあるかと思うんですよ結構ね短式簿記を経験されている方多いと思うんです 実践的にこれ何かっていうと短式簿記ってお小遣い帳であったりだとか家計簿これは短式簿記って言われるんですよだからねまあ小さい頃ねお小遣い帳をつけたことがある方も、まあ、一度はねつけたことがある方も多いと思うんですよ、まあ、私もねあの何度かつけてすぐやめちゃうんですけども、ね、記憶はあります。ね、ですかそれ短式募金�識簿記あと家計簿も短式簿記で,で。このの式募金っていうのは お金の動きだけに着目するんです。お金のことだけ考えるんです。ちょっと言い方いやらしいですけども、お金のことだけ考えているのが短視ボケ。はい。じゃあ例えばですよ、えー。そうですね。お小遣い帳をつけている中で、じゃあゲームをね、五千円で買ってきましたと。お小遣いをおばあちゃんからもらってね、五千もらってでゲーム五千で買ってきましたって言ったときに。 結局そのお小遣い帳に記録するのは、まあ、おばあちゃんからお小遣い5,000円もらいましたでその5,000円を使ってゲームを買ってきましたっていうことなんだけれども、ね、着目するのは5,000円入ってきましたっていうことと5,000円使いましたっていうことでお金がメインなんですよ。おばあちゃんからもらいましたとかおもちゃゲームを買いましたっていうところは二の次3の次なのが単式募金のお小遣い帳なんです,ですかでそれに対して複式募金っていうのは。 このお金の動き以外も記録をしていく必要があるんですね。複式簿記っていうのは、お金の動き以外にも着目するんだと。です,ですんで、例えばね、おばあちゃんから五千もらって、五千のゲームを買ってきましたと、ゲームを買ってきましたというときに。 これ式簿記の考え方からすると確かに5,000のゲームを買ってきたので5,000は出ていっちゃったマイナス5,000なんですよ、ね。でも代わりに5,000っていう価値を持った5,000円相当の価値を持ったゲームが会社に入ってきてるんですよね、まあ、会社とか家か家ななお小遣いなんでね。 だから、5000円が出ていったっていうところに着目するのと同レベルに5000円相当の価値のあるゲームをゲットしたんだっていうことにも着目するんですよ。複式ボケの場合。ね、そこが全然違うんです。お小遣い値は5000円が出ていったっていうところ、ここに重きを置いてるんです。まあ、基本的に書けもそうです。でも複式ボケは5000円出ていったんだけれども、それと同じ価値のゲームを入手したんだっていう、そこにも着目していくんですね。はい。で、皆さんこれから勉強するボケっていうのは、お金の動き以外にも着目する。 複式ボキ、これになります。まあこれは商業ボキであっても工業ボキであっても共に複式ボキです。だからまあこれもねさっきと同じで、とりあえずもボって言ったら基本的に複式ボキというふうに考えてください。はい、ボキって言ったら複式ボキ、まあ一般的にボキってボキって言って単式ボキのことを考える人はいないと思うんですけどね。はい、ボキと言ったら複式ボキと考えてください。 だから、ここもね、えー、これからは、とりあえず何の断りもなしに、簿記といったら、複式簿記のことを指すんだと思ってください。はい。で、その下いきます。会計機関。ここはね、ちょっと用語のお知識に関して確認をしていきます。はい。えー、企業はですね、会計の世界では、半永久的に活動を継続していくっていうことをですね、考えていきますので、はいそれをね、継続企業の前提って呼んでいきます。 企業は反永久的に活動をです、ね、行っていくつまりあの永久的に活動を継続していくっていうことが前提、まあ、これはねまた理論講義でやっていきますこれが暗黙の了解なんですよ。で永久的に活動をしていくっていうことを前提とした場合にじゃその企業の成績ってどうやって把握するんですかと。あこれ例えば株式会社の始まりっていうのは。 目的達成ししたたら解散したんですよ株式会社っていうのはだから会社始める前の財産と目的達成して会社が終わって解散する時の財産の比較でその会社がどれだけ成果を上げたのかっていう計算できたんですね会社始める前に1億用意して始めました目的達成して会社解散しましたその時の財産が5億ですよって言ったら1億から始めた会社が5億で終わりました4億儲かったねっていう計算を、えー、以前はしていたんです、まあ、これもだいぶ昔ですよ、ね、中世の頃ね はい、ただ今は会社は永久的に継続するっていうことを前提とするので終わりないんですよ終わりないんで成績どう把握するかっていったら区切らなきゃいけないんですよどっかで区切らなければいけないその区切りが会計機関なんですね会計機関はいここはちょっとね会計用語なのでしっくりできますね会計機関はい終わりがないから区切りを入れましょうねその区切りが会計機関 でその区切りの出発点のことを機種と呼んでいき終わりのことをお尻のところをですね期末と呼んでいきますで、まあ、大体、ね、多くの会社は出発点4月1日4月1日です、ね、機種4月1日で終わり3月31日がまあ多いですよ全部じゃないんですけどね4月1日スタート3月31日ゴールが多いです で学校なんか今そうですよ、ね、まあ一時期ね9月から学校始まるだろう始まらないだろうってう話が多分、うん、ちょっとコロナかなんかの時に出たと思うんですけどね。期、はい、が4月いで3月31日1年間終わったら会社の経理の人は会社の成績表である今見たね損益計算書と耐釈対性を作ると。 それをね、えー、チェックするのが皆さん会計士なんですよ。だから会計士が忙しいのはですね、4月、5月忙しいんですよ。ねはい、これ、3月31日がお尻で、そこから成績を作って、成績を作るのが4月の前半、だから4月のまあ第2週から第3週ぐらいから会計士の監査が始まって、まあ、1か月、1か月半ぐらいね、忙しい。ね、なので、まあ、ちょっと話は飛びますが、ゴールデンウィークがね、会計士、ないんですよ、基本的には。ね、はい でもその分夏休みいっぱい取れるんで,で、ねまあ、ゴールデンウイークの返上代休、えー、そういったものね夏休みやってることができると、まあ、結構忙しくてうんまあでもね最近日曜日ぐらいは休めるんですけどただね5月の頭にね普通に祝日があったりしますが多分ね働かなければいけないと思ってくださいだからゴールデンウイークはね本当にまに会計士になった暁にはなくなると、えーまあ、そこはもう覚悟なんですよでもその分夏休み本当に多いんで、ね、夏休みはね 初年度から、まあ、人によっては3週間4週間近く取れたりしますから、ね、あの本当に夏休み特に旅行とか、ねえー、海外旅行とか好きな方は結構まとまった休み取れるんであのすごいそういうのはいいかなと思うんですよ。ねはいね ちょっと話が飛んでししままいましたが、まあ、だからゴールデンフーが忙しいということで、まあ、その期末が3月31日の会社が多いからだけど別に全部じゃないんですよ。ね、自分が担当する会社が例えば2月末が期末とか別に8月末が期末とかねあのいろいろありますから、ねはい、だから自分が担当する会社がちょっと決算日が違うと休みを取るタイミングがずれたりだとか繁忙期がずれたりだとか、ね。なら月決算をかんあの クライアントとして持っていないっていう人はほとんどいないと思うんですが、まあ、仮に、ね、自分が担当する会社が3月決算にしてもないっていうんだったらゴールデンウィークがあるかもしれませんあんまり聞いたことないんだけどね、はい、まあ一般的には4月1品スタート3月31日ゴールの会社が多いです、はい、であとですね今の会計機関のことをこれ冬季期中と呼んでいきます冬季期中で 1>, 1年前の会計期間のことを「前期」と呼んでいきますで次の会計期間のことを次期期よく期と呼んでいきますこれね一般的には会計の世界で「今年」とか「去年」とか「来年」とかっていう言葉は使わないと思ってください。あのまあ論文式試験っていうのは紙にね記述して説明するんですけどもまあその中で 今年とか去年とかって書いてまあ減点されるかって言ったらちょっと微妙だけどもただ、今年とか去年って書いてしまうと印象ははくななないいでですすすねね幼稚だってううふに判断される可能性はあります、まあ、本当に場合によっては減点されてもおかしくないと思うんで会見用語としては当期次期翌期え前期翌前ね、えーまあ、慣れてきたらですね自動的に使えるようになりますからねそんな心配しなくてもいいんだけどもね、はいえー。という言葉になるということをちょっと知っておいてください。 えー、ここまでがね、本当に前提としての基礎知識部分になります。で、前半もうちょっとだけ、ちょっとやらせていただきます。まあ、その中でね、簿記の目的っていうのは、貸借対象表と損益計算書、成績表を作るということだったんですけども、えーまあ、その簿記の最終目標である成績表をちょっと見ていきますね。これが2ページ、3ページ。えー、左側2ページが、貸借対象表という成績表で、 右側三ページが損益計算書という成績表なので、ちょっとねそこを見ていきます。まあ貸借対照表は見ていって休憩にしましょうかね。はい、でいきます。左側貸借、えー、対照表なんですがです、これは一定時点における企業の財政状態を資産を付債純資産によって表す財務諸表ということで。 どれだけの財産があるのかとこれは前のページでもチェック入れてきましたよねはいで、まあ、財務諸表っていうのがね、まあ、これが成績表っていう言葉と読み替えちゃっていいかなと思いますはいこれが成績表だと 財務諸表っていうのがまあ成績表だというふうに思っちゃってください。だからどれくらい財産あるんですかっていうことを示す成績表これが貸借対照表になります。 でどうやってまあ、ね、その財産があるのかということを示すかというとこの貸借対照表というです、ね、成績表はこの2ページの上のところ、ちょっとこれは、ね、かなり大まかなひな型なんですが概略図みたいなものなんですけれども左右に分かれるんですよ真ん中に1本線が入って左右に分かれますよと。で、左側には財産を示す。 資産を入れていくんですね左側、まあ、左側には資産の部屋があるんだとだから何かねその財産的なものがあったら左側の部屋に記入していくんですね例えば現金が100万円あったらこの貸借対照表という成績表の左側に現金100万円ありますよって書いていくんです、ね、まあその資産っていうのはもうその名の通りですねもらったら嬉しい会社にとっての財産これが資産ですから、ねまあ、資産なんかはねもう皆さんの 感覚として、資産、財産だっていうものに相当すると考えられるものは、まあ、このね、左側に入れてしまっていいと思ってください。はい、で、それに対して右ですね、貸借対照表の右はですね、これ、右の上と右の下に、部屋がです、ね、さらに2つに分かれます。右右上と右下で 右上はですね、これ、負債といって、もらって嬉しくない義務なんかがあれば、この右上の部屋にそれを示していかなければいけません。まあ、資産っていうのが財産であるのであれば、負債っていうのは返済義務的なものです。はい。なので、まあ、もし義務的なものがあれば、 これは右上のね、負債に入れていきます。まあ代表的なものは借金ですね。借金があれば、借金の金額なんかは、この貸借対象表の右上の部屋に入れていくんですね。はい。で、あとね、右下。貸借対象表の右下はですね、純資産っていう部屋があるんですよ。純資産はい。で、この純資産っていう部屋はね、ちょっとつかみどころがないですね、部屋で。まあ今、 今日、ね、この時点で潤資さんという部屋をですね理解するのはなかなか難しいんですこれは本論編に入ってテキスト3のところで潤資さんの全貌をねちょっと明らかにするようなセクションがあるのでまあ今しばらくこれはまあ6月とか7月とかかな、えー、そこまではねちょっと待ってくださいというところなんですが。 はい、この純資産の中にね入る項目の代表例っていうのが資本金っていうのがあります資本金これ言葉とかは聞いたことがあると思うんですけどもこれ会社を始めるにあたって準備した元手部分なんかのお金はここに入れていくんですね。ですか、まあ、50万お金持って商売始めましたっていうんであればその50万部分は資本金っていうね出資金と思って。 この純さんという部屋に入れて記録をしていきます。はいまあね、ここに関してはこの純さんという部屋に関しては、まあ、とりあえず現段階では、ね、あこういうものかなって覚えてしまうぐらいで構わないです。まあ、資本金というやつ、ねえー、商売を始めるにあたっての元で、えー、があればそれはこの純資さんという部屋に入れていくんだということです。ねまあ、この元でというのは商売を始めるにあたって準備したお金のことを指します。はい ちょっとこれ書いていきますね商売を始めるにあたり準備したお金ですね。はい、商売を始めるにあたり準備したお金これをまあ元でって呼んでいくんで。 まあそういうい、ね、商売始めるにあたって準備したお金があればそれは貸借対照表の右下の「純資産とっていう部屋に入れていくんだと。はい。 まあね、ちょっとこれだけだとイメージわかないと思うんで具体的に数字が入ったものがすぐ下にあるのでちょっとそちらを見ていきましょうか、まあ、これも相当ねあの簡易的な対策対象表になりますこれ真ん中を棒一本ね線入れて左側と右に分かれるとで左側は資産の部屋ですつまりこの会社、まあね、L 社ってありますね L 社の令和罰年、ね、3月31日ね まあ,令和まあここは別に何年でもいいんですけどね、えー、令和罰年3月31日のえこの L 社の財政状態どんだけ財産があるんですかっていうのはまず貸借対照表の左側資産の部屋がありますからこの資産の部屋を見るとえ現金は100万円持ってるねと現金は100万円持ってるねとであと土地がまあ500万あるねと現金100万円あって 土地が500万あるねと、まあ、土地もね会社から見れば財産ですから土地も財産ですからねだから現金100万やって土地も500万あるねっていうのがこの資産の部屋から伺える内容なんですよねはい、えー、ただ逆にこの右の部屋いきますよ右はですね上下に分かれますんでちょっと一本線入れましょうかねはい右の上が負債の部屋です 右の上がののの部屋夫妻の部屋屋右の下がちょっとつかみどころがないといった純子さんの部屋です。はい、右の下が純子さんの部屋。右の上が夫妻の部屋。右の下が純子さんの部屋。 で、えー、まあ、右の上見ていきますかね。え負、ー、債の部屋は借入金って、これ借入金って借金のことなんですよ。借金が550万あるよ。っていうことを読み取れます。ああ、まあ、現金がね、100万あって、土地も500万あるんだけれども、代わりに550万借金してるんだ。っていうのがわかるんですね。あと、右下。これ、資本金50万。資本金50万っていうのは、あ、 商売始めるにあたって50万用意して商売始めたんだっていうことが、えーまあ、ここから読み取れますね。といった具合に会社がどういったお金をどれくらい持ってるのかなどういうね財産を持ってるのかなっていうのが貸借対象表から読み取れます。でこの貸借対象表のです、ね、見方としてもう一つですねこのの対借対象表の 右側、貸し方側って言うんですけども、これごめんなさい、後で説明しますね。右側の部屋はですね、このお金をですね、どう調達したかっていうことを示していると言われます。お金をどう調達したか。で、左側の部屋はですね、それをどう使っているのかっていうことを示すって言われるんですね。これちょっとね、難しい見方なんですけども、いこれ、L 社は、 商売を始めるにあたり初めに50万用意しました。50万用意しました。でも50万だけだと心もとないんですよね商売始めるにあたり。なので50万用意してその後550万は借金したんだと。ですか 50万お金を用意して商売始めたんだけれども550万借金してで今600万ある状態六百万ある状態でその600万をどう使っているのかっていうのは左側見れば分かるんですよ600万あるんだけれどもあったんだけれどもその600万のうち500万使って土地を買ってきました残った100万は今手元に金庫の中にありますよはい つまり、この貸借対照表っていうのは、右側はどうお金を集めたのか、左側はどう使っているのかということで、これ、右から左にねこう流して読むこともできるんですね。はい。これはイメージですね。右から左へって右から調達して、左で使っているようなイメージです。はい。いですか 50万商売を始めるにあたって用意して550万借金して600万ある状態の中で土地を500万買ってきたから手元に残っているのが今100万円ですよとねでこれを考えたときにこれ逆から考えると純資産っていう部屋のお金はね最終的に企業に残る財産っていうことが言えるんですねですか逆から考えた時ってはどういうことかっていうと このプラスの財産を全部使って借金返したら手元に結局残るのこの50万ですよねとね今土地が500万円分あって現金は金庫の中に100万円ありますよと、ね、じゃあ土地を売ったら500万入ってくるってことなんでね500万円の価値のある土地を持ってるってことは土地を売ったら500万入ってくるってことなので土地売って500万入ってきました金庫の中にもともと100万ありますよ合計600万。 そこから550万の借金返すんですよ。550万の借金返したら、手元に残るのは50万ですね。っていうことで、純資産っていうのは実は、企業に最終的に残る財産というふうに考えることができます。なので、今日の時点では純資産の全部をつかめないんで、純資産っていうのは、とりあえず企業に最終的に残る財産で、商売を始めるにあたりしゅ、準備したお金なんかがここに入るんだっていうことを覚えていれば、とりあえず OK。現状。 まあもう一個ちょっとねあの純一さん項目は後で出てくるんですけど現状はね特に純一さんのねつかみどころがないんでそれさええー、まあ覚えていれば、まあ、今日の講義は別にね、えー、差し障りないかなと思います。えーまあ、これがね募金の目的の一つである貸借対象表どれだけ財産があるんですかっていう成績表になりますので、まあ、これをね会社は作り皆さんはこれをチェックする本当に現金100万円あるのかなって観察するわけですよ。 本当にあの土地って500万円分の価値があるのかなっていうことをチェックする。借金が本当に550万あるんですかっていうチェックをするんですね。はい。えー、まあこれがね、僕の目的に作ってある貸借対象表になります。ね、はい。ということで、前半まだ2ページしか進んでないんですけども、あの後半はね、あのテンポよく進んでいきますんで、はい。とりあえずですね、ちょっと前半、だいぶ経ちましたので、一旦休憩を取って、休憩後ですね、また、のこの後半続きから入っていきたいと思います。なので、10分ぐらいね、休憩を取ってください。前半は以上になります。お疲れ様でした。 はいえー、それではね、えー、考案を始めていきます。まあ、ちょっとね、思ってるイントロダクションが長かったので、ちょっと押し気味ではあるんですけど、まああの、本当はね、自己紹介とかをしたいんですけど、これは今日ちょっと時間をしているんで、次回ね、ちょっと2回目のあたりで、えーまあ、ちょっと私の自己紹介、別に知りたくない人もいるかもしれませんが、一応ね、ちょっと財務課議論を担当させてもらうということで、えーまあ、次回、またね、ちょっと自己紹介なんかは、えー、させていただきたいなと思います。はい、えー でまあ、今ねこの基礎編1回目2月制クラスの、ね、開講が今日なんですけれども一応基礎編は3月制クラスと4月制クラスがあってでその2月クラス3月クラス4月クラスが最後合流するのが、まあ、5月末から始まる本論編になりますので、まあ、2月クラスの方はねだいぶこう余裕はあると思うんですよ、ね。だいぶ余裕はあると思うんであの、まあ じっくり、ね、基礎編の復習なんかに、まあ、取り組んでもらえればいいのかなとは思いますで、まあ、問題集もありますんでね、まあ、問題集含めて、えーまあ、基礎編のね、えーえー、部分の、ね、復習に取り組んでもらえればと、えー、思います、ね、はいなんでまあ,あの通学の方もね本論編の,の初回なんか本論編に入るとねだいぶ人数が増えてくるのかなと思いますんでまあでも今日もどうかなこのコロナの状況下で。 私が思っている以上にね皆さんこう、ね、ご来光されてくれたんで、まあ、ありがたく思っているんですけどはいまあほはね本当はっていうかコロナがない時代はほ、まあ、本当にこの教室では入らないぐらいねあの、まあ、もっと広い教室じゃなかったらい、えー、けないぐらいな感じだったんですけども今ねちょっとコロナ禍の中で、まあ、そもそもね外出を控えられてる方もね多いと思いますので、まあ、その割には結構ねあの皆さん来ていただいて、えーまあ、ありがたいなと思っておりますで多分一番増えるのが本論編開講してからになりますので、えーまあ、人数的にはもうちょっと、ね、増えるんですけどねで まあ、あのコロナじゃなければね飲み会とか懇親会っていうのはです、ね、やっていたんですけれどもここ、まあ、コロナ始まってからねちょっとその今実際に直接ね飲みに行くっていうことができないんで,、ね、なんでまあウェブ上のね交流会とかは開いていますんでまたね、あのー、もうしばらく経ってからね落ち着いてからというか、まあ、一通りクラスが落ち着いたら、まあ、ウェブでのね交流会とかはやっていこうかなとは思っていますんでまたそれはねその時にアナウンスをさせていただきます。 はいまあちょっと今日は時間をしてるので、えー、内容の方に、えー、入っていきますで、えー、まあ先ほどね募金の最終目的であるこの対借対象表をね、えー、見ていきましたがこの対借対象表のですね略語があってですねこの対借対象表の、えー、略語はですねこれ BS って、えー、呼ぶんですね BS でこの BS って何の略かっていうとこれねバランスシートの略なんですね。バランスシート、はい、バランスシート、はいえー、バランスシートのバランスの B とシートの S とって BS と。はい 何がバランスシートかって話ですよね何がバランスシートかって話なんですけども、はい、これね、貸借対照表のこの左側の部屋の合計金額と600万と、まあ、さっきの例だとね右側の部屋の合計金額負債、まあの部屋と純資さんの部屋の合計金額600万これが必ず、ね、一致するんですよ、ここ。 万万と600万これが必ず1するんでまあ今バランスが取れてるってことなんですねだからバランスシートなんですねはいそれそうですよね 前半最後見た通り、右側の部屋っていうのは、どうやってお金調達,調達したのかっていうことを示す部屋で、で左側はそれをどう使っているのかっていうことを示す部屋なので、600万を調達して、それを余すことなく使っているわけなんで、必ず左側の部屋の合計と右側の部屋の合計は一致します。はい。で、 この対借対象表のですね、左側のことをですね、これ借り方と呼んでいき、右側のことを貸し方と呼んでいきます。ちょっと前半ね、一瞬だけ私フライングしちゃったんですが、はい。左側のことを借り方と呼んでいきます。右側のことを貸し方と呼んでいきます。はい。借り方、貸し方。 まあ右とか左とかか左って言わないんですでこれはこの後見ていく損益計算書も同じです左側のことを借り方と呼んでいき右側のことを貸し方と呼んでいきますはい、まあ、これからね学習を進めるにあたり貸借対照表ももう一つの成績表である損益計算書もですね、えー、左のことは借り方右側のことは貸し方と呼んでいきますはい では、もう一つの成績表である、損益計算書ですね。こちらを見ていきます。右側、見てください。えー、損益計算書は、はい。一定期間における企業の経営成績を収益費用によって表す財務諸表ということで、貸借対象表が財政状態だったのに対して、どれだけ財産があるんですか、いくら財産があるんですか、ということを示す成績表だったのに対して、 損益計算書は経営成績、どのくらい儲かってのの、お宅どのくらい儲かってんのっていうことを示す成績表です。で,すか、はいで、この損益計算書も貸借対照表と同じようなです、ね、作りになっておりまして、部屋が左右に分かれます、これも借り方貸し方に分かれるんですね。から真ん中1本入れて、はい、左側がこれ、費用の部屋になります。費用の部屋 で右側が収益の部屋になります。収益の部屋。ですか、でまあ、収益っていうのは、ね、もう稼ぎですよ稼ぎ。稼いだものですね。もう、ね、代表的なものは売上げですよ。売上げ上がったら収益なんです。稼ぎなんですよ、ねはい。ほら、まあ、売上げなんかを上げればですね収益の部屋に入れていくと、ね。50万円、ね、売上上がりましたよ っって言ったら損益計算書の貸し方側の部屋に、えーまあ、売上50万、ねえー、入れていきます、えー、そして左側借り方側はですねこれ費用を入れる部屋なんですで費用っていうのはこれね稼ぐために使ったお金のことを指します稼ぐために使ったお金これが費用です稼ぐために使ったお金、まああの収益。 売り上げって寝てるだけでは上がらないですからねはいですんでまあ例えば従業員さんを雇ってでその従業員さんに働いてもらって売り上げが上がったんであれば従業員さんに対するお給料を払わなければいけませんそういった従業員さんに対するお給料人件費ですねこれは稼ぐためのコスト稼ぐために使ったお金って言えるんでまあそういった給料なんかはこの費用の部屋に入れていきます はい、でまあ簿記の世界で給料って出てきたらこれは費用です。簿記の,の世界ではねあ特にその受験簿記では企業目線で取引を考えていきますのでまあ皆さんがねその働く側に立って考えた時にお給料っていうのはもらって嬉しいっていうことなんでその、ね、稼ぐために使ったお金コストっていうふうには考えないと思うんですけれども簿記の世界では、ね、払う側で考えていかなければいけないので。 稼ぐために従業員さんにお給料払いますってこれ人件費ですからそれは稼ぐために使ったお金、えー、費用になりますはいであのー、損益計算書はですねこの借り方の下にもちょっと部屋っぽいのがあるんですがこれはねちょっと部屋ではないんですね損益計算書っていうのは貸し方側の収益の部屋に計上された金額 の合計額と借り方側費用の部屋に計上された金額の合計額の差額この差額が利益としてカウントしていきますはいでそれをね当期純利益と呼んでいきますこれ利益なんですよつまり稼いだ金額と稼ぐために使った金額の差額が純粋な1年間の儲けになるんですねでその1年間の儲けのことを 当当期期純純利利益益と呼んでいきます当期純利益これ差額で出します差額っていうのは収益の金額と費用の金額の差額だからまあ部屋があるようなんだけどもちょっと点点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 ってしている通り、まりこれは部屋ではないんですねはい収益の金額と費用の金額の差額これが利益になりますまあ要は1年間の儲けですね1年間儲かった金額 これを当期利益差額で表していきますはい、ですので下のねちょっと損益計算書を見ていくとまあこれで、ね、いろんな項目がありますがですか、まあ、左側がね費用の部屋で右側が収益の部屋でじゃあちょっと収益から見ていくと、えー、収益の方は、まあ、売上げ商品なんかをね売って28万、まあ、売上げはね多分イメージできると思うんですよね。 レジで28万円分の商品ね、まあ、コンビニだったらピッてやったってことですよね売り上げ上がりましたとあとは何かね利息的な商売も実はしていてお金貸して利息で稼ぎましたみたいなものも稼ぎになるので収益ですで、まあ、この L 社は1年間で今収益これ30万ですね30万稼ぎましたと。 30万稼ぎましたただその30万を稼ぐためにどれだけお金を使っていたかっていうと左側借り方が見てくださいこれ一番下はね当期純利益なのでこれ全部ね合算すると23万ですかね これ、稼ぐために使ったお金、費用ですよと、まあ。売上げ原価っていうのは、ですねまた後日、次回かな、次回説明していきます。まあ、ただ、稼ぐためにお金使ってるっていうふうに考えちゃってください。で給料はさっき言ってみた人件費ね、えー、28万の売上げを上げるために、従業員さんに販売してもらって、ね、売ってもらって、そのお給料として4万円。 まあちょっと安い気がしますけれどもね4万円払いましたと、はい、あとは手数料なんかですね、えー、何かですね手数料なんかを支払ったのでそれで1万円払いましたつまり23万を使って30万稼ぎましたっていうことなんですよ23万使って30万稼ぎましただから7万円がこの企業の1年間の儲けですそれが当期純利益7万なんですねですか 23万使って30万稼いだと7万儲かったねとはい23万使って30万稼ぎました7万儲かったねっていうその7万が当期純利益、ねまあ、こういう成績表も作らなければいけないんですね。 企業がどれくらいの財産を持ってるのかっていうのとは別に企業が1年間でどれだけ稼いだのかっていう成績を作らなければいけないこれが損益計算書ですでこの損益計算書っていうのはその1年間なら1年間どれだけ稼いだんですかっていうねその期間の成績になるのでこの日付のところを見てくださいはいこれね 4月1日から3月31日までの1年間ですよっていう日付の表記になるんですよ。これ貸借対照表は3月31日の財産の状況ですからだから3月31日にどんだけ財産持ってるんですかっていう成績なんですけれども損益計算書は1年間なので日付のところですね。 はい。令和罰1年、罰年、4月1日から、令和罰年、3月31日までということで、まあ、このね、自分の字っていうのは、これ、こっからスタートですよっていうことを意味します。はい。で、この至るって字ありますね。これは、ゴールですよと。 つまり4月1日から3月31日までの1年間でどれだけ稼いでいたんですかっていう1年間の期間の情報になるんですね。はい、なので貸借対照表とはですねその情報の性質成績の性質が違うんです。はい もうちょっと具体的にいくと、まあ、例,えば例えばですよ <laughs>、えー、4月の1日に、まあまあ、自分の預金なんかをイメージしてください、ねえー、銀行のです、ね、預金がじゃあ30万だったと、ね、4月の1日に30万でしたよと。 でそれが1年経ちましたと1年経って3月31日になりました3月31日にじゃあ預金が46万になってましたよとはいでこの場合16万増えてるわけですよねすか16万増えてるとでこの時ですね この4月1日の30万とか3月31日の46万っていうこの情報ですねこれは財政状態なんですよこれは財政状態つまり貸借対照表に載せるべきような情報なんですね、まあ、ちょっと BS って書いちゃいますねはい この4月1日30万とか3月31日46万とかっていうねこの情報は財政状態貸借対照表に載せるべき性質の情報なんですその日どれだけの財産あるんですかってことですからねその日どれだけの財産があるんですかと。でそれに対して1年間で16万増えましたねっていうこここの情報はこれ経営成績。 つまりこれが損益計算書に載るべきような成績なんですね。PL、まあ、と。その日どれだけの財産があるっていう話ではなくて1年間でどんくらい稼いだんですか1年間でどれだけ増えたんですかっていう情報これが損益計算書に載せられるべき経営成績という情報なんですね。でどっちも大事。 企業にとってはどっちも大事だから2つの成績を作らなければいけないわけなんですよねで皆さんはそれを監査するチェックするはいですか、ねまあ、ちょっとねこの情報の質についてっていうのはまあ現段階でね、えー、きちんと理解しておきたいところではありますねあまりこの漫然とやってるとこういうことがね、えー、理解できないと思いますので はいまあ、ここは、ね、大事なところですね。はい、で、まあ、このようにです、ね、1年間のえー、うけを示す成績表が損益計算書なんですが損益計算書も貸、ね、借対照表と同じように、えー、略語があります。はいえー、それがですね, PL ですね、PL、はい PL と略しますでこれ何の略かっていうと PL っていうのはですねですかこれプロフィットロスステートメントっていうことでちょっと書いていきますかね。プロフィット、まあ、ロスですね。えー プロフィットロスステートメントのプロフィットの P とロスの L で PL ですね。はい、プロフィットの P とロスの、まあ、利益と損失っていうんですかね、利益と損失、なのでまあ収益と費用、ね、それをまあ利益と損失っていうふうに、まあ、あ表していると思ってください。 はい、あともう一個ですね、先ほどですね、財務諸表っていうのは成績表ですよって言いました、これ前半ですかね、財務諸表っていうのは成績表のことを指しますよって言ったんですが、この財務諸表にもですね同じく略語があって、えー、これね、FS って略していきます。財務諸表 FS、ね、で これは何の略かというとこれファイナンシャルステートメントになりますはいちょっと書いていきますかねちょっと上に書きますかはいファイナンシャルステートメントの F と S ですねはい、これ財務省はい まあ、FS っていうのをまあ普通に使っていきますがそれ以上にね「貸借対照表 BS 損益計算書 PL」っていうのは、まあ、これはもうね普通に使っていきますので実務なんかでもね「BSPL」って講義の中でも「貸借対照表」とか「損益計算書」って言、ね、うのがね、まあ、疲れちゃうんでって言ったらおかしいですけども、ねまあ、噛む可能性もあるんでね、まあ、あの結構「BSPL」っていうふうに私は言っていきます。はい、なんでまあこんな略語もね 押さ、えーまあ、えておくといいでしょうというか、まあ、自動的にこの後、ね、あの講義で使っていったりだとか、ね、テキストやレジュメで、えー、たくさん目に触れる機会があるので、まあ、あ自然に身につくかなと思いますはいまあ、これが簿、ね、記の最終目的である成績表ですね、簿記の成績表、えーまあ、企業の成績表になりますので、まあ、これを、ねえー、作るために日々帳簿に,、ね、に記録をしていくんだということです。ね日々簿に記録をしていいいくんだととうこですは まあちょっとですね長いんですけれども、もうちょっとだけですねこの損益計算書と貸借対象について見ていきます。まあ、これが僕の最終目的ですから、やっぱり最終目的ってのは大事なんですよ。ねまあ今日のねメインっていうのは、それを作るプロセスなんだけれども、ね、ただ、それを作るプロセスを覚えるっていうのは、そんなに時間かからないんで、ねはい、なので、まず最終着地点である PL と BS のねえー話をもう少しだけ続けさせていただきます。これがレジジュメの4ページですはい 損益計算書と貸借対象表の関係っていうことでこの4ページの上見てください、えー、まあこれ一応ですね左側から右側に時が流れていく時系列のねタイムスケジュール表みたいなものだと思ってください図だと思ってくださいで、えーまあ、さっき言った通りですね一般的には4月1日からスタートして3月31日がお尻となる会社が多いので機種4月1日で、えー、期末3月31日と記入させていただきます で真ん中あ,あ真ん中しすぐ下に3つボックスみたいなものありますよねすぐ下に3つボックスがあるんですけどもこれ、えー、一番左が貸借対象表 BS 真ん中が PL 損益計算書で一番右も貸借対象表、ね、でこれは一番左の貸借対象表は4月1日期種スタート地点の貸借対象表一番右の貸借対象表はゴール期末時点の貸借対象表になります でちょっとまずはね一番左と一番右の両サイドの BS を見ていきますね、はい、一番左「期首時点の貸借対照表」これ資産の部屋には50万の財産があり負債の部屋には20万の借金みたいなものがあるとで純資産っていうのは、まあ、さっきね、えー、前半言った通り企業に最終的に残る財産を示すのが純資産の部屋だと。 企業に最終的になんです、ね、最終的に残る財産を示すのが純産の部屋っていうことなのでプラスの財産50万を全部使って借金なんかを全部返済したら残るのは30万ですね。なので言ってみれば4月の1日時点でこの会社は30万分の財産が最終的に残るような会社なんだと。ですか4月の1日時点で30万の財産が最終的に残るような会社。はい ただ 1>, 1年間経過しました一年経過しました対借対照表を見てみますどうなっているのかというとはい、えー、財産は80万に増えましたでも借金もちょっと増えてるんですよね財産も借金もともに増えている80万の財産があるんだけれども借金も40万なので80万の財産から借金40万返すとはい、手元に残る財産は40万これが一年経った後のこの会社の状況だと はい。つか。つまり。三十万の財産がね、一年経って十万増えて四十万になっているんですね。つか。三十万だった財産が一年経って四十万に増えていると。で、このように。貸借対照表を。期首のものと期末のもので比較することによって。どれだけの財産が増えたのかっていうことはわかるんですね。期首と期末の。 貸借対照表を比較することによって、どれだけの財産が増えたんですかということはわかるんですが、まあ10万増えてるんですね。ただ10万増えたその内訳は貸借対照表からでは読み取れないんですよ。貸借対照表からでは読み取れないんですね。その内訳を示すのが実は損益計算書なんです。 この10万の、ね、財産が年間通して増えましたっていうのはこれは期首と期末の貸借対象表1年間の貸借対象表の、えー、比較で分かるんですがねでもなんで10万増えたのどうやって10万増えたの何が原因なのっていうことが分からないそれを明らかにしてくれるのがこの真ん中の損益計算書なんですよ。10万増えたんだけれどもその10万っていうのは収益30万で費用が20万つまり30万稼ぐために1 0万使って10万増えてるんですよ。 30万稼ぐために10万使って10万増えてるんですよっていうことが分かるんだと、はい、つまりこの当期準利益、まあ、実際はねもっとこの収益とか費用ももっと内訳がちゃんと示されますよ。あ売上だとかね手数料だとかね人件費だとかねいろいろ、えー、内訳が示されて収益と費用の差額で利益が10万出ているんですよと。 でまあ、その、ね、イメージとしては、期手の貸借対照表もともと30万財産ありましたで、1年間で10万稼ぎましたっていう、ここね、この2つがこう合算されて、この期末の貸借対照表になるっていうイメージですね。ちょっとここでで突然青出てきたんですけどはい あもともとね機種30万の財産最終的に30万残るというその財産からスタートして1年間で10万ね、えー、財産が増えるわけですでその内訳は損益計算書を見れば分かるんですねなんで10万増えたのかっていう内訳は損益計算書を見れば分かるとでその10万をかっさらって期末に持っていくイメージなんですねはい これが損益計算書と貸借対象表の関係になりますので貸借対象表だけでねどれだけ財産が増えたってことは実は分かるんだけれども内訳分かんないからそれを損益計算書で明らかにしていくっていう関係性にあると思ってください。はい、まあ、ここまでねちょっと長かったんですけれども、えー、募金の最終目的であるえ損益計算書と貸借対象に関するお話でした。はい で、ここからね、その帳簿に記録を取るっていう記録の取り方を見ていくんですが。えー、最後のね、前提として、もう一つ簿記上の取引っていうものを見ていきます。これが四ページの下です。で、この四ページの下が終われば、そこからは実際どう記録を取っていくのかというところに入っていきます。はい。えー、ローマ数字の五番簿記上の取引ということで。今日ね、一番初めに見ていた通り、帳簿に記録をするんだけれども。 企業の全ての活動を記録するわけではなかったんですよね。1ページの、ね、上のところで、えー、ちょっとチェック入れた通り、こりお金で表現可能な活動を記録していくということでしたお金で表現可能な活動を記録していくと企業の全活動を記録していくというわけではないんですよねはいでそのお金で表現可能な活動のことを簿記上の取引と呼んでいきます簿記上の取引はい えそれがまた4ページねここになりますじゃあ牧場の取引って何だろう、えー、お金が動く取引っていうことなんですけれども厳密には今見てきた貸借対照表の部屋3つ資産負債純資産あと損益計算書の部屋2つ収益費用、ね、これらが動く取引を 簿記上の取引と呼んでいきます。ですね、資産負債純資産収益表のいずれかが増減する取引。これを簿記上の取引と呼んでいきます。まあ、逆に言えば、これらが動かない取引は簿記の世界では取引って言わないんですね。はい。 なのでちょっと極端な例もあるんですけれども、えー、この下の、まあ、簡単な図と、ね、説明を、ね、見ていきたいと思います、えー、左側の楕円丸の1番はこれ簿記の世界の取引を意味します左側の楕円ね簿記の世界の取引右の楕円3番は世間一般の取引を意味しますで被る部分は簿記の世界で取引と 扱われつつ、日常生活でも取引と扱われる部分、これが二番なんですね。で、ほとんどはまあかぶりますよ。ほとんどはね、簿記の世界でも日常生活でも取引って言われるんですね。じゃあ、まずかぶる部分、二番っていうのは、これは。まあ、普通にね、商品を仕入れてきましたとか、商品を売りました。商品を買ってきました、商品を売りましたっていう取引に関しては。まあ、商品ね、売った時にお客さんからお金をもらえますから。お金動くんで、簿記の世界でも取引になりますし。 日常生活でも、ねまあ、一般の、えー、社会でも商品を、ね、取引先に売ったら、ね、これは取引と、ね、言いますので、えー、この商品を、ね、売ったとか商品を、ね、仕入れてきましたとかっていう取引は簿記の世界でも世間一般でも取引と呼んでいきますが、はい、例えばね右3番。の世界では 取引と言わないんですけれども世間一般では取引という例としてどんなものがあるかっていうとこれね商品販売の契約を締結するような取引契約の締結この契約を締結するだけでは資産負債収益純資産費用動かないんですよね契約結ぶだけですからお金動かないんですよだからの世界ででは契約って言わないんですよでも世間一般では契約を結べばこれはね 今日いい取引ができましたよで上司に報告したりするわけなんで世間一般では契約を結ぶことを取引と呼んでいきますはいまあこのようにですね世間一般の取引と簿記の取引ではズレが出てくるわけですしその逆もあります逆つまり簿記の世界では取引って呼ぶんだけれども日常生活では取引って呼ばないものも丸の一番あるんですよこれちょっと気持ち悪いかもしれませんけれども建物が 火事で燃えましたとか泥棒が入ってお金盗まれましたっていうものに関しても簿記の世界では取引と呼んでいきます。ですか？だって建物火事で燃えたら建物がなくなるんです。これは財産がなくなります。簿記の世界では資産が動くわけなんですよね。ですか？建物というのは会社の財産で資産です。だから建物が燃えてしまった場合は資産が動くので、はい。 資資産産い純資産収益表のいずれかが増減する、まあ、つまりこれ簿記の五要素って呼ぶんですけどもね簿記の五要素が動くので募金の世界ででは取引って呼ぶんですよ日常生活ではね会社の支、ね、店が燃えてしまいましたまあこれ大変なことですけどもね取引とは言わないんですよね今日大変な取引があってね会社の倉庫燃えてしまったんですよなんていうことはまあ言わないわけですよでも簿記の世界では会社の倉庫やね、えー、会社のビル建物は財産資産ですから。 資産が減ってしまったら、これは取引に該当しますし、泥棒に入られてお金盗まれましたっていうのも、まあこれもね、会社の財産である資産が動きますから、こういった取引も、募金所の取引に該当します。はい。まあ特にね、募金の取引には該当するんだけれども、世間一般の取引に該当しないような取引は、まあ気持ち悪いとはじめ思うかもしれませんが、これは募金を勉強していればすぐに慣れますから、ね。もうすぐに慣れてきますから。 はいまあ今日はねちょっと違和感ありありかもしれませんが、ねまあ、すぐになれるんだと思ってもらえればいいかなと。はい、で、えー、その下ですね、4ページの下見てください、ここからね、えー、やっと簿記の記帳方法、どうやって取引を記録するのかっていう内容に入っていくんですけれども、ねえー、その前提として取引をを2つに分解するっていうことが必要になりますので、はい、そこを見ていきますね、4番、取引の二面性を考えようということで。 これね今日前半例としてお話ししているんですね。式募金と短式との説明をする時の例で5,000円持っていてその5,000円を払ってゲームを買ってきましたよっていう例を出したと思うんですよ。であの時に、ね「複式簿記では5,000円が減りました」っていうのも大事なんだけれどもそれと同じレベル間でゲームを ゲットしたんだ。っていう側面も考えていかなければいけないとお伝えしました。このように複式簿記はですね、取引があったら、その取引は必ず二つに分解できるんです。だから五千円が減りました。五千円分のゲームが入ってきました。それは同レベルで考えていきます。なので、例えばですね、これ例の一つとして、パソコンを買ってきましたね。じゃあ、ちょっと会社の取引に置き換えていきましょうかね。会社が。 ジムで使うパソコンを10万円で買ってきましたって言ったら、まあ、パソコンを買ったので10万円払った。電気屋さんに10万円払いました。10万円っていうお金は減りますよ。10万円っていうお金は減りますが、10万円の価値のあるパソコンが会社にやってくるわけなんで。だからお金は減りますよ。会社の財産であるお金は減りますが、逆に会社の財産であるパソコンが増える。といった具合に2つに分けて考えていく必要があります。 これ例の2も同じなんですね例のお金借りましたお金借りましたっていう取引も2つに分解することができますし複式募金を行うにあたり2つに分解しなければいけないんです、はい、じゃあお金を借りるっていう取引を2つに分解するとすればじゃあ20万円会社が借金しました20万円会社が借金しましたって言ったら20万入ってきますよね20万入ってくるんで会社の財産が増えます会社の財産が増えるんですけれども 二十20万お金借りている分だけ返さなければいけない義務が発生しますだからお金が増えてもらったわけじゃないからねまあ嬉しいかもしれないんですけどもただ嬉しい反面結局最後は返さなければいけないっていことで返済の義務が生まれますつまり現金20万という会社の財産が増加するんだけれども 同じタイミングで返済義務である会社の負債もらって嬉しくない返済義務も増えると、はい、これが2つに分解するっていうところですかね現金会社の資産が増えるのと同時に借金会社の負債が増えていくんだとまあこれに分解していきますじゃもう一個例取っていきますね。従業員さんにお給料を現金で払いました じゃあ従業員さんに1か月分のお給料25万円を現金で払いましたと。じゃあその時現金を払っているんでお金減りますよね。25万円お金減ります。財産が減りますよっていう側面と同時にもう一つの側面。ね、従業員さんに対するお給料というのは募金の世界ではこれ費用なんですよね。まあ、払う側なんでね企業目線でいくんで費用なんですよ。人件費。稼ぐために使うお金なんで。 ですかだから25万の財産現金が減るのと同時に25万会社は稼ぐためにお金を使ったっていうふうに考えることができるので25万の費用が増加すするいいうふうふに考えていきます、はいまあ、これもね取引を2つに分解するっていう話になってくるので、えー、まあこのようにですね勃起上の取引というのは全ての取引について二つ、まあ、正確に2つ以上に分解していきます。 初めはね2つに分解するっていうことばかりなんですが最終的にはねもっとたくさんの要素に分解したりもします、ね、はいなのでまあねこれも慣れていけばねあのもう自動的に頭の中でパッとできるようになるんで、ねえー、まあね現段階ではそんなね一個一個取引があったらわざわざ2つに分解して考えるっていうのはできるかなとかね不安に思う方もいると思いますけれどもあのまあこれも本当に自動的にやっていけばすぐになれるんでそんなに心配する必要はありませんっていうことを踏まえてね ここからですよここから今日の本番、はい、どうやって取引を記録するのかっていうのを5ページから見ていきます、まあ、本番ですけれどもやるべきことはもう少ないですではいきましょうレジュメ5ページの上で現金1000円を借りたってありますんでこれを例にとって説明していきます えー、現金1000円を借りましたじゃあこれをね、えー、2つに分解すると、まあ、これは今さっきね見た通りもうお金借りたっていう例で現金あ取引を分解しているんで、えー、まあ現金1,000円借りましたよっていう取引を分解すると、えーまあ、現金1,000円が増えるんで、えーまあ、資産が増えますよっていう側面とあとはね、えー、お金借りたっていうことは、えー、義務が増えるわけですから返済する義務が増えるわけですから、えー借,金まあ、借金ですね借金これも増えるんですと。 だからお金を1,000円借りましたという取引をまず2つに分解して分解した上で成績表を作成するために取引を記録していくという作業に入っていきます。でじゃあまずですねそのどういったところに記録をするのかっていうと。 今日前半見ていた通り、主要簿である仕分け帳と相関上元帳に記録をしていくと。で、この集計フォーマットはね、勘定といって、まあ相関上元帳の方から見ていきますけれども、この t のフォーマットに金額を集計していくんですね。ちょっと分かりやすいように、この赤でマーク入れちゃいます。これがね、集計のフォーマットです。集計のフォーマット。 アルファベットの T. のようなフォーマットを使って集計していくんですね。まあ T. のフォーマットなので T. 感情とかって言ったりします。ね。はい、この T. のフォーマットのことを感情と呼んでいきます。一応読み方ですかね。まあ大丈夫だと思うんですけどもね。はい、さっき総感情元帳のところでもね、確認した通り、この読み方は。感情と呼んでいきます。感情です。す感情です。 お感情の感情ですよでこのフォーマットに金額を集計していきます。はい でこの T のフォーマットはですね今取引2つに分解したんですが現金が1,000円増えましたっていう現金っていう要素と借金が1,000円増えましたっていう借金借金のことはですね募金の世界では借入金って呼んでいくんですね、まあ、借入金なんて言ったりもしますけれども、ねはい、借入金のフォーマットと2つのフォーマットを用意します2つのフォーマットを用意します、ね、でこのフォーマットのタイトルのことを勘定科目と呼んでいきます だから例えば会社が土地を買ってきたら、まあ、土地っていう勘定科目もありますよ土地っていうフォーマットも用意するんです、はい、で集計するときに、まあ、現金が増えたらこの t のフォーマットに1000円増えましたって記録していくんですね借金が増えたら t のフォーマットに借金も1000円増えましたっていうふうに記録をしていきますはいまあただそれだけなんですよですか このように記録を取っていきますじゃあもうちょっとですねここはちょっと金額は適当に入れてシミュレーションをしていきたいと思いますじゃあ現金の方からいきたいと思うんですけれどもはいですか、えー、現金が1000円増えたらこの t のフォーマットに集計するわけですねでじゃあまたね今度じゃ1500円今度もらいましたって言ったら1500円こうやって記入していくわけですよ じゃあさらにまた3,500円もらいましたよって言ったら3,500円ってこう記入していくんですねで逆にじゃあ800円使いましたって言ったら今度ですね反対側に記入していきますでさらにまず1,200円使いましたって言ったらこれをまた反対側に記入していきますはい、まあ、このように増えた時減った時にガンガン記入していくんですよでこの T のフォーマット T 勘定もですね左側が借り方右側が貸し方です これも左右では呼びません。借り方貸し方を使って読んでいきます。ですか現金が増えたら1000円、1500円、3500円って借り方側に集計していき現金が減ったら800円、1200円って貸し方側に集計していくと。そうするとですよ、じゃあ仮にですよ、これで1年間の取引全部終わりました。1年間の取引が終わって 1>, 1年間のですね現金の記録っていうのがこの今プレゼンターに移してある状況でしたよって言ったらですかこれを最終的にどう集計するかっていうとまず現金が増えた時にこの借り方の方に増えた金額を集計していったので年間トータルで見ると6000の現金が増えたっていうことが言えますよね年間トータルで見ると6000の現金が増えましたと。 足す1,500たす,15す3,500で6,000ですよね年間通してみると6,000の現金が増えましたとで減ったらその反対側の貸し方にさっき集計していったので800円減って1,200円減りましたとまあなんかお金使ったってことですよね商売でお金使いましたと、ね、はいで800円減って1,200円減ってるんでトータル2,000円減ったってことですよ つまり、6000円増えて2000円減ったんです。現金が。1年間で。いいですか現金が1年間で、6000円増えて2000円が減ったっていうことは、残っている現金は、まあ要はこの差額分、4000円ですよね。ちょっと丸算と。残りと書いてきますね。残った現金は4000円。これが、 対,借対象表最終成績表である貸借対象表に計上されます、まあ、BSA とはい増えたときに現金のフォーマットの借り方側にガンガン集計していき実際はねもっと現金の取引って多いですから、ね、この集計がね何十個何百個って集計があるんですよ、ね、バーっとね減った時には 反対側側貸し方側に集計していくとそうすると最終的に借り方側に集計されたいわば増えた現金と貸し方側に集計された要は減った現金の差額をもって今いくら現金が会社に残っているんですかっていうことが明らかになりますはい借金も同じなんですよ借金の方を見ていきますかね借入金借入金1,000円お金借りましたと。 じゃあさらにもう4,000借りていきましょうともう4,000借りていきましょうとはいうんただちょっとお金が手元に用意できたんでじゃあ2300円は返しましょうかね1,000円お金借りてきましたさらにプラスで4,000お金借りてきましたでもねお金借りたら、ね、利息なんかもつきますし 早めに返そう,ということで 2, 円返しましまたこれで1年間の取引全部終わったとじゃあ借金は1年間終わった後にいくら残っているかっていうと、はい、これ2700円残ってますね借金は2700円残ってるとはいでこれも同じく BS 貸借対照表に最終的には今3月31日に借金2,700あるよって書いていくわけですよ。このように T のフォーマットに金額を集計していきその集計結果を 簿記の目的である貸借対照表であったりだとかあとねこれが売上とかであれば損益計算書に記録していくという運びになります。です,、はい、ですんで今日ね、えー、見た例えばこの2ページの貸借対照表の現金ってありますよね。 現金100万円ってありますがこの「貸借」「照借」2ページの「現金100万円」というのは今見たねこの「T」のフォーマットの集計結果がこう示されているというイメージですよ。このね「現金」のフォーマット現金のフォーマットがばばっとね書かれてですねばっと書かれて最終的に100万残っているっていうのがここに書き込まれるってことですよね。 まあちょっととイメージでですよ、まあ、別にメモ入れなくてもいいと思うん一、ねはい、年間ねこうばーっと集計していって最終的に100万残ってるこれが最終結果だって言ったらそこを最後ね、えー、対借対象に書き込み入れていくとはいなので期中はとにかくこの T のフォーマット T 勘定に金額をガシ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 ,シ集,集計していくんです何か取引があったらその都度フォーマットに集計していくんですねはい。 でここで、ね、ちょっと今ね私は説明せずにこのフォーマットに集計をシミュレーションで入れたんですけれどもこれ疑問に思った方もいると思うんですじゃあ5ページ見てくださいですか先ほどですねもう説明なしに現金は T のフォーマット増えた時にこの借り方側にガシガシ集計していって減ったら借り貸し方の反対側にね集計したと思うんですよ。 でも借金の方はですよ増えた時には借り方ではなくて貸し方の方に集計をしていきお金返して借金減ったなっていうことであれば借り方側に金額を集計していったんです。ですかでこのようにどの項目がどちら側に集計されるのかっていうことをね統一的なルールでこれから見ていきます。ですか現金だったら増えた時に借り方側に集計していきましたよ。 借金だったら増えたきにに貸し方側に集計していきますよ、ね、じゃあ他の項目はどうなんだい、ね、世の中にある全ての項目についてこれが増えた時には借り方側に集計していくこれが増えた時には貸し方側に集計していくっていうことをいちいち全部覚えるのかっていうとそんな必要はないんです。これは統一的な考え方で何が増えたら借り方側に集計していき何が増えたら貸し方側に集計していくのかっていうことは、ね、分かるんです。もう統一的に決まってるんだよ それを覚えていけばいいので、一個一個ね、世の中にはいろんな科目があります、ちょっとこれは、そうですね、今日のレジュメの十12ページ見てください、最後のページなんですけれども、これ、いろんな項目をね、ちょっと列挙しました、別に覚える必要はないですよ、現時点で覚える必要はありませんが、今ね、見てきた2つって、上2つの現金とか借り金ですけれども、他にも集計のフォーマットがね、いろんなタイトルがあるんですよ。 例えば分かりやすいものとしたら8番9番10番とかは会社の建物が増えたら、ね、集計する建物のフォーマット会社の土地が増えたら土地を集計する土地のフォーマットだったりだとか車両ってのは車ですね会社が商売に使う営業用の車なんかを買ったらねここに金額を集計していくっていう形にこの集計が必要になるフォーマットっいうのはもういくらでもあるんですよ。いいくらでもはい でその、ね、科目ごとに増えたらどっちに記入するのかこれが増えた時には借り方とかねこれが増えた時には貸し方とかっての一個一個覚えるのは手間がかかるんですだからそれを統一的なルールで抑えていきましょうっていうのが超一番大事なお話なんです、はい、じゃあどうするかっていうとまたね行ったり来たりで申し訳ないですけれども5ページ戻ってくださいはいこの括弧の2番 ね勘定科目ですね、まあ要はこのフォーマットのタイトル項目ですね項目この勘定科目ごとの増減を勘定のどちら側に記入するかのルールつまり借り方側に増えた時に記入するのか貸し方側に増えた時に記入するのかそのルールが勘定記入のルールでこれはですねその後簿募金のご要素ごとに増加減少の記入する側が決まってると。 簿記の五要素っていうのは収益費用資産負債純資産ね貸借対象表の資産負債純資産損益計算書の収益費用この五要素ごとに増えた時にどっちに記入するのかっていうことが決まっているんですねはいちょっと勘定記入のルールですねぐるりと囲っていきます のご要素ごとに決まっているというのはどういうことかというと要はですね資産負債純資産収益費用が貸借対照表損益計算書のどちら側に部屋が位置づけられているのかこれで決まります,ですか。例えばね 現金っていうのは資産です。で、資産っていうのは、貸借対象表の左側、借り方側に部屋があるので、借り方側に部屋がある項目が増えた場合は、増えたときに借り方側に集計していくんですね。部屋のある側に増えた時集計していくっていうルールです。だから借金っていうのは、これ義務なんで負債ですよね。借金っていうのは負債です。なので、負債と部屋は、貸借対象表の右側、 貸し方側に部屋があるんで部屋が貸し方側にあれば増えたときに貸し方側に集計していくんですとにかく部屋のある方を増やしていくっていうこれが環状記入のルールですなので資産と費用は資産と費用はこれ貸借対照表と損益計算書の借り方側左側に部屋があるので資産と費用は増えたときに T のフォーマットの借り方側を増やしていくと でそれに対しててちょっと色変えていきますねここは青でいきたいと思うんですけど負債純資産収益不採純資産収益ってこれ負債と純資産は貸借対照表の右側貸し方側収益は損益計算書の貸し方右側に部屋がありますから負債純資産収益は増えた時に貸し方側に集計していくんです減ったら逆です ま減ったら部屋から追い出すんで、反対側。部屋から追い出すっていうイメージで、反対側に記入していけばいいんです。はい。えー、つまり、貸借対象表と損益計算書の部屋の位置が分かれば、部屋の位置がある側に増えた時に記入していくっていうルールなんですね。要は部屋を覚えましょう。部屋の位置を覚えていれば OK。 なので、現金は、もらって嬉しい財産だから、資産に該当します。募金の五要素のうち、資産に該当します。資産は、貸借対象表の左側、借り方側に部屋があるから、増えた時に、借り方側に集計していきますし、借金は、これはもらってうれしくない、返済しなければいけない義務で、募金の五要素のうち、負債に該当します。負債は、貸借対象表の右側、貸し方側に部屋があるんで、 負債借金が増えた時には部屋のある貸し方側に金額を集計していきます減ったら部屋のある方とは反対側に集計をしていくというのが勘定記入のルールになりますですんで、まあ、部屋の位置を覚えているっていうこととあとねもう一個大事なのはその項目が対象となる項目が募金の五要素のうちどれに該当するのかっていうことは判断できなければいけないんですねでちょっとまた12ページ見てください かここにですね、まあ、19個項目があってでどういう時に登場する、ね、項目なのかとて一応説明があるんですけども真ん中に分類ってありますねこれが各項目が簿記の5要素のうちどこに該当するのかっていう話で、うんまあ、大体ねこれを見れば判断できると思うんですよ財産なのか、ね、義務なのかとか、まあ、稼ぎなのか稼ぐために使ったお金なのか、ね、だから復習の時にはちょっとね一回ここを隠してね ね、じゃあ現金は何かな、ね、もらって嬉しい財産だから資産かなとかね借りり金は何かな、ねえー、これは返済しなければいけない義務だから借金だから負債かなとかねで資本金はあ講義でなんか資本金だけは純資産で特別だなってやってたから純資産かなとかあこんな感じで、ね、ちょっと各項目が何に該当するのかっていうのをバーッとねチェック入れてで自分が分からなかったところだけなんかマークなんかを入れてもらえればいいのかなと思いますでこれ171819これはねあのー、次回講義で見ていくんでここはやる必要ないです、ね、はい ここは、えー、次回講義です、ねはい、えー、2回目でやっていくんで、まあ、16までちょっとざっと確認してもらえればいいです、ね、2回目でとはいなので各項目が簿記のご要素、まあ、収益費用資産負債純資産のどれに該当するかっていうことが分かれば 部屋の位置であとは増えたときと減ったときの記入する側判断できると思うんですねはいそこでじゃあここまでを踏まえてですね6ページ見てください6ページに、まあ明1ってもうやってるみたいなものなので節例地はもう飛ばしていきますねさっきも全部説明しちゃってるんでね節例に見てくださいこれちょっと下答えなんで隠してこれ4つの感情とあと科目があるんですね でこれらの科目、増えた時にどちら側に記入するかっていうのをちょっと時間取るんで、まあ、丸を入れてみてください。増えた時に記入する側に丸を入れましょうということで、まあ、1、2分ね、時間を取りたいと思うので、はい。まあ、わからなければね、前のページだとか、最後の12ページ見ながらで構わないですから、ちょっとやってみてください。少し時間を取っていきます。 簿記、ね、のね勉強産級とかね勉強されている方はもう一瞬でいけるかなと思います。 はいどうでしょうかまあ初めなのでですね、あのー、全くね簿記を勉強されたことがない方は、まあ、時間かかっても全然気にしなくてもいいです、ね、必ずできるようになりますから、ね、でこの会計士のね、あのー、入門講座で,で結構簿記を初めに勉強されてる方が多いんじゃないですかっていう質問とかあったりするんですけども、ねまあ、そんなこと全然ないですよまあ3級ね持ってる方や3級の勉強されている方もいるのは確かですけれども まあ、大体ね半分ぐらいの方は全く簿記とか勉強されていない方なので、えー、だからねあんまり簿記の,のね勉強初めてだからついていけないんじゃないのかなとかっていう不安を持つ人は全くないです。ねはい、ですしまあ一応ねその全く簿記勉強されていないっていう方は向けのために基礎縁からあるので、ねはい、なんであのまあね本当に簿記のぼの字も知らないよっていう方はもう全然ね他に周りにもたくさんいるんだと思ってください。でそこは気にする必要はありません。 あと簿記1級とかね持ってる方もいるんじゃないのかって思うかもしれませんがまあ1級持ってる方もいますけども1級持ってる方はね本当に一握りですよ1割もいないですからね本当に100人いたら1人か2人ぐらいかな会計士目指す人の中でねはいだからまあ基本的にはある程度スタートラインはねちょっと差がありますまあ1級持ってる人はね相当まあ担当ごとに近いんですけどもまあ2級3級そして小学生の方はそんなに差はないと思ってくださいねそうしたら逆に2級持ってる人は 全然差がねえのかって思うかもしれませんけども、ねまあ、初めはね2級持ってる人はて滑り出しいんですけどもやっぱり入門終わる頃にはもうねみんなフラットぐらいになっちゃいますからねはいなんでまあ逆にね2級持ってる方は余裕があるうちに復習をね、えー、ガンガン積み重ねていって、えーまあ、さっき言ったね入門期終わるまでの間ですね入門の内容を本当に完璧にするより精度を高めるっていうことにね、えー、こう重点を置いて頂いければと思いますはいでちょっと話はそれてしまいましたけれども、えー、どうですかね こんなな感じになります、ね、でまあここはねとりあえず各項目が簿記の五要素のどれに該当するのかっていう判断の方が重要なのかなというところですねそれが分かればあとは部屋の位置ですからだから備品はこれ会社がもらって嬉しい財産ですね備品っていうのはパソコンとかそういったものを指しますだから今ね皆さんが座っている椅子であったり、えー、まあ使っている机 これはレックのまあ BS でいけば、備品なのかなと思います。とまあ、他にもリースがあったりするんで、えー、リースしていればリース資産っていう科目になるんですがね、ちょっとレックの BS 私分からないんで、見たことないんでね。はい。えー、でも、備品の可能性は全然ありますかなというところですね。まあ、この今、前に映ってるプレゼンターとか、上のモニターとかね、あとあっちのねホワイトボードなんかは、これも備品ですね、基本的には。ねまあ、こういったあ商売のために使っていくような。 小道具って言ったら変だけどもまさにこうイメージね小道具的なものは備品ってなりますでこれは会社の財産ですから資産で資産は貸借対象の借り方側に部屋があるので増えた時には借り方側に記入していくとで次借金借金はもうねここまで何度も出てきました借金は借金で負債負債は返済義務を伴うものになります 部屋は貸借対象の右側貸し方側に部屋が位置づけられているので増えたときには貸し方側右側に記入していくっていうことになります、はい。で資本金はこれはねまあ今日の時点では覚えてくださいっていうことでえまあ淳司さんという部屋に入れると、ね、資本金は純資さんという部屋に入れますと。淳司さんは貸借対象の右側貸し方側の下に部屋が位置づけられるんで増えたときには貸し方側にチェックを入れていくと。 チェックレィックレというか貸し,に貸し方側に金融していくんですねすみません貸し方側に金融していきますであと給料給料も今日やりましたね給料っていうのは簿記の世界で言ったら基本的に費用です人件費ですね稼ぐために従業員さんにですね支払ったお給料になりますので費用で費用というのは損益計算書の借り方側左側に、ね、部屋が位置づけられてるんで、えー、増えたときには左側に金融していきますそしてラスト、えー、ラストは売上げ売上げは儲け稼ぎです稼ぎは収益 収益は損益計算書の貸し方側に部屋が位置づけられてるんで、増えた時には貸し方側に記入をしていくということになります。はい。えー、今日押さえるべきルールの中で一番大事なのはここですね。 え増えた時にどう記入をしていくのかどっち側に集計をしていくのか減ったら部屋から追い出すんで反対側減ったら部屋から追い出すんで反対側に集計をしていくんですということでえまあ今日ねこのルールってものが一番大事だと思って復習の時にはねあのこれをまず確実にマスターしておいてください,はいではね今日最後いきますよその下6ページの下まあこのようなですね漢字を T のフォーマットに集計はするんですけれどもただ実は この集計する前に一旦ですね取引のメモを取っていきますこれがね仕分けという作業なんですねはい、まあ仕分けという募金の言葉でってありましたけどもこの仕分けっていうのは簡単に言うと取引のメモです取引のメモです 取引が行われていきなり T のフォーマットに集計すると間違える可能性もあるんですねミスしちゃうっていう可能性もありますので一旦メモを取ってから集計作業に入っていきます要は T のフォーマットに落とし込んでいくんですねでそのメモのことを仕分けと呼んでいきこの仕分けもですねもう簡単だってルールはですね今学習した感情記入のルールどっち側に記入するんですかっていうルールと同じなんですよはい この勘定記入のルールによってってありますけどももうね仕分けっていうメモはですねもうこの6ページの下一番下に書かれてるとこ,こなんですちょっとこれぐるりと囲っていきますね。 取引例は10月1日に現金を1,000円借りましたと。で現金を1,000円借りるっていう取引はもうねここまで3回ほど見ていっているんで、まあ、大丈夫かなと思うんですけども現金1,000円を借りたらあまあ1,000円が増えるんでもらってうれしい財産が増えますねっていうこととあとは借りているんでね 返済しなければいけないんで借金ですからね返済義務も増えますよってことで借金も増えるとこれで二つに分解しましたえこれをねメモ取っていくんですけどもこれえこのメモもですね左側がこれまあ借り方なんですよで右側がこれ貸し方なんですねでまあ一本真ん中にねこう線が入るイメージです。 こんな実際にメモを取るときにこんなね四角いフォーマットなんかを下書きなんかに書く必要はないのでまあスラッシュなんかを入れるのは一般的です現金が1000円増えたら現金って資産だから資産って貸借対照表の左側の借借方側に部屋があるのでまあちょっとイメージとしては借り方側に現金増えたねっていうメモを入れていくんです現金1000とでこれスラッシュ入れていくんですはいで 今度、借金も増えたから。で、借金っていうのは、負債ですよね。貸借対照表の右側、貸し方側に部屋があるんで、借金増えたら、はい、これ、借り入れ金、借金増えましたねっていうメモを取っていくんですね。はい、まあ、こういうメモです、イメージで。はい。これ、勘定記入のルールと同じですからね、部屋のある方にメモるんです。部屋がある方にメモしていくんです。 現金は資産。資産は貸借対象の左側。借り方側に部屋があるから左、左側に現金1000円というメモを入れていく。借金、借り入金は義務です。義務っていうことは、負債。負債は貸借対象の右側。貸し方側に部屋があるんで、部屋がある方に借り入金、借金1000円増えましたよってメモを入れてあげるんですね。そうするとこんなメモになります。で、このメモを押した後すぐさま、次のページいきます。7ページ。メモを押した後すぐさま、 7ページの真ん中が今のメモだと思ってください。7ページの真ん中。メモをした後にすぐさま、t のフォーマットに金額をスライドさせていきます。同じ側ですよ。同じ側。借り方側にメモしたメモは借り方側に集計。貸し方側にメモしたメモは貸し方側に集計。 はい、このように T のフォーマットに集計する前にメモを1本取っておくんですねミスを防ぐためにでそのメモをダイレクトに、まあ、メモからね直接あとはもう T のフォーマットに流すだけです借り方側にメモったものは借り方側に集計貸し方側にメモしたものは貸し方側に集計でこの仕分けというメモを T のフォーマットに移し込む作業のことをこれ天気と呼んでいきます天気 天気。天気と読んでいきます。はい。なので、まとめていくと、基中は。こうですね。ちょっとぐるっとこうできます。墨上の取引があるたびに。 仕分け帳にメモを取りそのメモを相関上元帳つまり T のフォーマットに落とし込んでいくっていう作業を繰り返していきます取引仕分け転記取引仕分け転記なんですよ取引仕分け転記取引仕分け転記これを繰り返していって一年間ですね、えー、T のフォーマットに集計していくんです期中はこの作業を繰り返し行い期末にその最終結果を損益計算書と貸借対照表に移し込んでいくと 期中は取引仕分け転取引引仕仕分分けけとにかく取引があったたびにメモを取ってメモの金額を T のフォーマットにスライド、ね、取引があるたびにメモを取ってメモの金額を T のフォーマットにスライド取引仕分け天気取引仕分け天気そうするとこの T のフォーマットに金額がガンガンたまってきますからねたまっていった最終結果をまあさっきのページにいたくね貸借対照表などにえ移していくと。はい ね、でこのようにですね T のフォーマットがたくさん集まった帳簿が元元帳相関上元帳必須の主要簿、ねまあ、実際ねいろんな項目があるんで企業はこの T のフォーマットがイメージとして何十個何百個とあると思ってくださいねはいでメモを取る帳簿のことを仕分け帳と呼んでいきます、ねまあこういったメモがたくさん、ねまあ、まさにメモられてるんです はい、メモをを取る帳簿を仕分け帳簿仕とんでいきますなんで期中は取引仕分け天気取引仕分け天気簿記、ね、上の取引があれば仕分け帳にメモを取る仕分けをしていきメモを取ったらすぐさま相関上元帳の各、ね、T のフォーマットに転記をしていくという流れになります。はいまあ、これがね簿記一順の流れということで、まあね、損益計算書と貸借対照表の説明は長くなりましたが、ね、大事なところはね、えー、後半。 まあ時間はそんなにかからなかったと思いますけれども、まあ、そこがね一番大事なので、えー、復習の時には、勘定記入のルールを、ね、中心に復習をしていくようにしてください。で、ちょっとね、宿題といえば宿題なんですが、10ページ見てください。10ページに4つ取引があります。1月1日、1月1日、6月10日、12月25日ね。ね 4つ取引がありますのでこの4つの取引の仕分けをして転記をするっていうのをちょっとね復習の時にやっていただきたいんですねで次回の講義この解説から入っていきたいと思いますで次回講義はですねまたこの1回目のレジュメも使っていきますのでまだねちょっと全部終わってないんですよちょっと残してるんでなので次回講義必ずこの1回目今日使ったレジュメを必ず持ってきてくださいですかね はい、次回講義、ね、1回目レジュメ通学クラスの方は、えー、次回講義は来週だったと思いますので、ねはい、また、ね、来週ちょっと1回目の続きからさらに2回目のレジュメも用意してです、ねえー、進めていきたいと思います。はいえー、ということで,です、ねまあ、こんなあ感じで。 とりあえず基礎編はなんとか6回ねレジュメを使って簿記3級の範囲をある程度仕上げていくというところになりますのでまた次回ね別にテキストは持っておかなくてもいいので、えー、今日お配りしたねこれ1回目のレジュメだけはね忘れないように、えー、持ってきてくださいで、まあ、もしねちょっと忘れちゃったら、まあ、別に次回に限らずなんですけども受付にね行けば多分前回のレジュメとかはもらえるのでもし忘れたなって気づいた方は、まあ、受付に行ってもらうなりまあ、場合によってはね後ろに出てる時もあるんですけどね えー、通学クラスの方は、えー、まあ受付に行って前回のねレジュメなんかをもらっていくっていうのは全然オッケーかなと思いますので、ね、忘れた方はは、まあ、ちょっと受付に行ってもらえればと思いますはい、えー、それではですね、えー、財務会計論の基礎編一回目の講義は以上となります皆さんお疲れ様でした。